1999年3月10日発行、紙のプロレス15号、前田さんのインタビューを振り返りたいと思います。引退前、カレリン戦のアメリカ特訓リポート&インタビュー、前田明さんですね。カレリン戦前ですね。で、1話収録したんですけど、はい、リードですか、ここは。そうですね、ちょっと長めのリードがあります、ね、はい、ここに当時の状況、まあ、リングスの状況だったり、はい、前田さんの状況だったり、はい、マット界の状況だったりも、うん、多少こう書いてあるので、ここを読んだ方が聞いている方には当時の状況が理解できるかなと思いまして、はい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 、これですね、前田さんのインタビューの最初のトップページ、はい、うん、膝、左膝をフィーチャーした写真がドンとあるんですけども、うん、はい、何の因果の素手頃家業ってありますよね。うんうん、素手頃って何だかご存知ですか、前田さん。わかんないです。わかんないですか。はい。まあ、いわゆる素手。はい。今でいう反社の人たちの、うん、まあ、因果というか、うんうんうん、素手での喧嘩のこと、喧嘩のことをゴロっていうらしいんですけど、うんうん、で、捨て頃っていう人の方が多いんですよね。うんうん、捨て頃、捨て頃。うん、捨て頃家業みたいな、うん、こうよく薬剤映画とかにも出てきたり、うんうん、そういう言葉が出てきますけど、はい、前田さんがね、これ思い出しました、はい、このインタビュー記事の構成のやり取りをしているときに、うん、紙プロ編集部とですね、うん、で何の因果の捨て頃家業になってたんですけど、うん、これを前田さんが赤を入れてきて、うん、赤入れをしてきて、うん、素手という漢字に直してきたんですよ。ほう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 。あのね、捨て頃捨て頃ってみんな言うけどね、うん、ほんまはね、素手頃が正解なんや。捨て頃じゃなくてね、素手頃なんや。ほうほうほう。っていうことを、教えていただいた記憶があると、紙プロ編集長が言ってましたね。なるほど。捨て頃ではなく素手頃だ。ほうほうほう。うん、素手の素手。はい、素手の素手。素手の語呂。語呂がだから、いわゆる、ゴロつきとか、うんうんうん、喧嘩みたいな、喧嘩の隠語みたいな感じなんだと思うんですけど、ゴロつきってのは、まあ、いわゆる、ならず者みたいな感じですよね、はいはい。はい。それを明兄さんから教わったと、神木の編集長から聞きました。うんうん、はい、なるほど。はい。で、当時、1999年の1月15日に、はい、アメリカのシアトルで、この前田さんのインタビューが行われてるんですけど、はい、99年1月のはリングス、あるいは前田さんにとってどういう状況だったのか、うんうん、ということが書いてあります。リードを読んでいきます、うん、はい、4月に出場が噂されていた命がけのヨットレースに関しては、未だリングス側からは正式発表はない。今回は参加見送りと一部で報道。あ、ヨットレースに出るって言ってたんですね、当時、うんうん、前田さんが。は、はい。で、その、ヨットレースに関しては、未だリングス側からは接種発表はないと。で、それもそうだ。前田明は格闘技生活最後の大航海一本に照準を絞り、すでに砲を上げて出航しているのである。目指す地はアレキサンダー・カレリンという、この約12年間は人類がたどり着いたことのない大海原である。1月中旬、明兄さんは大航海の途中でアメリカのシアトル郊外にあるベルビューという町に寄港した。カレリン戦に向けての特訓。という時代がかった言い方よりは、本格調整と言った方がいい。それが目的である。ここで、アキラ兄さんは、K1 のフランシスコ・フィリョ、グラウベ・フェイトーザ、佐竹正明、そして、高坂 TK 剛、モーリス・スミスについたこともある、名トレーナー、ノボル・ケビン・山崎氏のサポートによって、スポーツ・スペシフィック・トレーニングというメニューをこなしている。ということなんですね。もともと K1 の選手、うん、フィリオ、グラブフェイトーザ、佐竹選手、うん、モーリス・スミス選手のトレーナーをしていたのが、このケビン・山崎さんということなんですね。はい。はい、で、昨年7月のリングスラストマッチの時、アキラ兄さんは、ある有名な宇宙人から手紙によるメッセージをもらった、うん。君と一緒に戦える日を僕は待っている。もしかしたら、かつて早田隊員と合体したように、君と合体することになるかもしれない。その時はよろしく頼む。アキラさんもまだまだ戦うこともあるだろう。体に気をつけて頑張ってくれ。さようなら。というようなことが、その手紙には書いてあった。うん、差出人はウルトラマン。うん、本誌ナンバー11参照と書いてありますけど、うんうん。ということは、今回カレリン戦に向けて合体したケビンさんはウルトラマンの変身した姿なのか。いや、それは明らかに違うとしても、
ケビンさんはその筋ではウルトラマン級の才能を持つ優秀な人物であることは間違いない、うん、そういえばケビンさんの本名は登る山崎、僕と一字違いだ。あ、僕ってこれ紙プロ編集長が書いてんだ。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください。何ですか？はい、なぜ今さらっていう感じですか？いやいや、ここを書いた記憶が、うん、いやだってこれ紙プロ編集長と紙マンの人が来てるわけでしょ。確かにそうですね、うんうん、いや、てっきり神村編集長が。ケビンさんの海は登る山崎、僕と一字違いで、うん、しかも偶然にも出身地が同じ豊島区で一緒である、うん、いや、こう、いや、違うな、豊島区じゃないな。何をボソボソ言ってるんだろうな。そう来たら才能があって優秀なのは当然なのだ。かっこいいや、これ本当ってな。ふざけたことを書いてますね。で、何せケビンさんには。ふざけたことも今更ですよ。何せケビンさんには格闘家だけでなく大リーグや NFL といった怪物のようなアスリートたちを何人もサポートしている実績がある、うんうん、で渡米してからのアキラ兄さんの1日のスケジュールは、はい、午前中はワシントンインスティテュートオブスポーツメディシンというところで行われる科学トレ、うんうん、昼からはアイアンワークスジムでのウェイトトレ、うん、夕方からはモーリス・スミスキックボクシング&サブミッションセンターでのスパーリングと3部構成になっている、はい。このメニューを作成したのがケビンさんで、うん、このメニューをスポーツスペシフィックトレーニングと呼ぶと。あ、なんか懐かしい響きだな、スポーツスペシフィックトレーニング。まあ、当時の最先端のトレーニング名ですよね。午前中の科学トレの主だったトレーニングは、日本のアスレチックジムに置いてあるものよりも大型で高度なスーパートレッドミルというランニングマシンを使ってはいるものの、見た目はただ走っているだけのように見えるが、ここで行われていることは日本なら医学療法に分類されるもの。 TK もここをクリニックと呼んでいる。要するに世界でも類を見ない高度な理論とデータに基づいたトレーニング&ケアを行うところなのだ。つまり体に負荷をかけて筋肉をつけたりするのが目的ではなく、うん、神経を鍛えると言ったらいささか語弊はあるものの、うん、頭で考えていることと体の動きのギャップを埋めるためのトレーニングだと思ってもらえばいい、うん、いくら筋肉がついていてもこう動けという脳からの命令を伝達させる神経をうまく使えないことには、うん、その筋肉は無駄になってしまう、うん、筋肉のパワーをフルに引き出すためには普段使っていない神経を意識して使えるようにしなければならない、うんうん、その普段使っていない神経を呼び覚ますためのトレーニングといった方が分かりやすいだろうか、うん、ケビンさんや TK の話を聞いてすいません、はい、すいませんちょっといいですか今何気にピッっていう音が、はい、8分経った今聞こえてきたんです気のせいですかね。気のせいだと思います。気のせいですね、はい、すいません失礼しました。ケビンさんや TK の話を聞いて、そのトレーニング理論には、このタイミングで押すのはまずいですよね。いや、しかし、しれーっとよくピッと押しましたね。はい。はい。気のせいです。気のせいですね。はい、ケビンさんや TK の話を聞いて、そのトレーニング理論には素直にすごいなと驚嘆したのだが、僕の脳みその神経はまだ呼び起こされていないのか、これ以上はうまく説明することができない、うん、がいずれにしても世界のトップレベルにある格闘家 TK も初めてこのメニューをこなした時には最初の1週間はきつかった、これをやると頭が疲れると言っているわけで、うん、とにかくすごいということは分かってください、うん、分かりやがれ、うん、でこの科学トレで体に対する意識レベルを上げ心拍数を一定させ代謝を良くする、そうなれば午後のウェイト、夕方からのスパーリングでの技術練習も効果がさらに得られ、最終的には確実にスピードがつき、運動能力、潜在能力、ひいては格闘能力も上がってくるというわけだ。うん、1.8UFC での TK、昨年12月 K1 での佐竹にもその効果は現れている。うん、傍から見るよりも本人の意識の中で如実に効果が上がっているのがわかるという。そういうわけで、よかったよかった、すごいすごいと思っていたら取材2日目、うん、スーパートレッドミルの上でランニングしているアキラ兄さんに突然異変が起きた、うん、人工靭帯が入っている左膝をかばうため、うん、ここ5年は全力で走ったことのない兄さんがスピードを上げていったとき、うん、反対の右足のふくらはぎを痛めてしまったのだ、うん、スタッフ、取材陣にも冷たい緊張が走る、うん、兄さんはかなり痛がってはいたが、同行した針治療の森田雄一先生がすぐに電気針でケアし大事には至らず、う
その後は無事にウェイトトレも行えた、うん、ではその緊張の一瞬から数時間後に行われたアキラ兄さんのインタビューインシアトルをお届けしようという長めのリードですね、うんうん、これ最初に読めばよかったですね、はい、このからインタビューに入ればよかったんです、はい、だから、逆にします。あ、順番をですね、はい、1話目は先に撮りましたけどこれを1話目に持ってきて、はい、なるほど、はい、まあ、聞いてる方はねそこら辺はあまり関係ないとは思うんですけども、はいはい、これを先に読んだら だんだんこう思い出してきました。当時のことを思い出してきました、はい、で前回のインタビューどこまで読みましたか、ね、そのあ前回の続きはこれはやらないんです、ね、やらないです、やらないんです、はい、だからこれリードを読んで、うん、1話目に、はい、本当の1話目に続くという流れで、はいはい、でこのちょっと長めのリードを、はい、聞いた感想を田村さんにお聞きしたいんですが、このスペーツスペーツごめんなさい、スポーツスペシフィックトレーニングっていうのはご存知ですか、うん、知らないです。あ、知らないですか、はい、ケビンさんと面識は、はい、あります。あ、そうですか。それはリングスで、はい、リングスも、はい、会場でですね。じゃあケビンさんと田村さん一緒にトレーニングされたことはない。ないですね。はい、なるほど。そうか。シアトルも行かれたことはない。ないです。田村さんね。はい。まあ、ないです、はい。そうですね。行ける時間、行かしてもらえる時間はなかった。それは、リングス批判ですか？リングス批判です。リングス批判なんですか？はい、でも、この後、うん、もしかしたら行ってたかもしれないですよね。なんでですか？だってあの、インタビュー、前田さんのインタビューの序盤に、田村もやっと体重を増やし始めてきたから、ケビンさんのトレーニングを受ければ、体重を増やしてもスピードを落とさないようにできると言ってたから、もしかしたら、この後、田村さんがケビンさんとトレーニングになる流れができたかもしれないです。うん、まあ、ありがとうございます。ありがたいお言葉で。はい。なるほど。これでも、ちょっと、まあ、ケビンさんのトレーニングがトレーニング方法で、もう成功されてる方なんで、はい、もうそこのやり方っていうのは正解だと思うんですね。うん、ただちょっとね、前田さんが今まで、その走ったこと、その怪我されて、膝を怪我されてから、うんうんうん、あんまりこう全力で走ってない状況の中、うん、まあ短期間で仕上げなきゃいけないってい こうケビンさんの使命感もあったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、2日目ですかね、この取材2日目、足のふくらはぎを、ね、うん、トレッドミルで走っていると肉離れを起こしたので、はい、肉離れまではいかなかったですけど、あ、手前ですね、はい、まあ痛めたので、はい、だから膝をかばって走ってる状況で、まあ反対の足も痛めた時、うんうんうん、怪我をされたので、まあ、ちょっと最初はもう、まあ短期間で仕上げなきゃいけないとはいえ、うん、ちょっと出力を上げすぎたかなっていう印象がありますかね。これね、前田さんもね、これ、うん、ウェイトには自信あるで、みたいなことを、うん、言うので、はい、こう自分自身でもこう上げてっちゃったところもあったと思うんですよ、ね。ウェイトに自信がある。うん、ウェイトやってても、はい、あの俺ベンチで200キロ上げたことがあるとか、はいはい、ウェイトには自信があるでとか、うん、結構ね、言うんですよ、はいはい、前田さんも、はい。だからそれに感化されたわけじゃないんでしょうけど、うんうん、これウェイトトレーニングとこのランニングってまた違います？あ、違う。今、はい、あの言ってるのは僕、ごめんなさい、話飛んじゃってウェイトの方なんですけど、うん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 、右足を痛めたのはトレッドミルのトレーニングの時ですね、うんうんうん、はいはいはい。だからまあこれはあれですね、元を正せば高坂が悪いですね。え、また25年の時を超えて。だってこれ1話目でもう1話目読んじゃってますけど、はい、どこだっけな、橋、あ、前田さんが高坂に、うん、俺走れん、あ、違うわ、これ1話目に楽しみにしておいてください。もうね、うわ、戸惑いますよ、聞いておられる方は。じゃあ言いますね、もう答え。言うんですか？はい。はい、じゃあ言いませんよ。言った方がいいと思う。高坂からケビンさんのトレーニングがいいっていうふうに前田さん耳が入って、うん、俺は、はい、前田さんは俺走れないけど大丈夫、うん、って聞いたら高坂が大丈夫ですよっていう、その大丈夫ですよ、うん、まあこの辺はちょっと前田さんと TK と両方から話聞いてみないことには
わかりませんけどね、うんうんうん、はい。でもこれ前田さんがおっしゃってたことですから、うん、はい。だからまあ、高坂がまあ、どういうふうに大丈夫ですよっていう受け止めたかはわかりませんけど、うん、はいはい、どういう大丈夫ですよっていうことなのか、うん、ね、日本語難しいですからね、うんうん、大丈夫ですよ。まあ、この額面通りの文章だと、高坂は、うん、前田さんは走らないけど、俺大丈夫かに対して、高坂が大丈夫ですよなので、うん、高坂が悪いというところで。とんだ災難ですね、TK も、はい。冗談ですから、高坂。TK 冗談で。それ分かるでしょ、聞いてれば。ね、じゃあ、こんな感じですか。どんな感じですか。1話を楽しみにしていただいて。まあ、これ、リードはもうリードで終わって、はいはい、で、次も1話目っていうことで。この田村さんに聞きたいんですけど、うん、はい、当時、うん、リングスには、うん、情報の共有っていうのはどれぐらいされてたんですか。例えば前田さんがヨットレースに出るよっていうことをマスコミを通じて知るんですか、はい、今これこういう動きがあるんですよっていうのをスタッフから聞くのか。ヨットレースに関してですか。でヨットレースに限らず今度こういうことがありますよ。例えば前田さんはカレリー戦に向けて何日から何日までアメリカに行きますと。ああ、その共有はないですね。もうこういう紙面を通じて。紙面を飾って。はい。長州さんじゃないですけど。はい。なるほど。コラコラモンドじゃないですけど、うんうんうん、紙面を通じて、あ、シアトルに行ってるんだとか。うん、なるほど。はい。はいはいはい。そうか。そうすると、やっぱりスタッフ間と選手っていうのは、こう、連絡網みたいなのないんですよね。スタッフと選手ですか、はい、スタッフと選手は、スケジュール共有みたいな。ないですね。基本的にはない。はい。当時は、携帯電話。はい。アナログの携帯電話。はい。アナログで通じますかね。ガラケーですか。ガラケーですね。はい。はい、ガラケーの携帯電話と、電話のみのやり取りが多かった。で、取材がありますよっていうのをもう電話でやり取りをして、はい、メールじゃなく。メールじゃなかったですね。その当時まだ、そこまでメールは普及してなかったと思います。99年だとそうなのかな。ショートメールが出たか、ちょっと記憶ですけど、あまりメールっていうのはなかったですね。もう電話でしたね。ほぼ電話。うん、で、リングスのホームページができてて、はい、で、掲示板、うん、で書き、ファンの方が書き込みとかしてくれるらしいんですけど、それも、リングスの事務所のスタッフの人が、掲示板のなんかまあ、質問などをこうプリントアウトして、ジムに、ジムっていうか僕に届けてもらって、はいはいはい、僕がそこに手書きで書いて、そのまま戻すっていう感じでした。返信を手書きで書くっていうことですか？返信。返信は手書きで書いて、うん、で、そのリングスのスタッフがパソコンで打ち込む。わかります？覚醒の感がありますね。どういうことですか？意味わかります？その掲示板に選手は直接書き込めないんですか？まだそこまでパソコンっていうのが普及してなかったですね。そうですか？はい。98年、99年で。うん、うん。僕、ノートパソコンは持ってたような記憶はあるんですけど、うんうんうん、その当時はね、本当もう四角いボックス、アナログテレビ、うん、はい、本当もう四角い、はい、パソコンだったような記憶がある。iMac ですか？それもわかんないです。なるほど。はい、紙プロ編集部はね、全員一人一台 iMac がありましたよ、この当時。なるほど。ね、最先端を走ってました。ね、そうですね、うん。最先端ですね。だけど、前田さんとのやりとりは、FAX、うん。プリントアウトして、FAX、はい、で、うん、前田さん赤字は入れてこないんですよ、自分の字。うんうんうん、なぜか、ファックスで、電話でやり取りをする。ファックスを見ながら。なるほど。はい。
ファックスを元に。はい、ファックスを元に、ここに何行目の何段、うん、何文字目に、これを入れて、うん、今から言うことを入れて、みたいな。はい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 。で、紙袋編集長がこう書き取っていく。うん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 。で、そこで、だから前田明さんの言語を聞き取る能力がかなり鍛えられたっていう、紙袋編集長は言ってます、ね。うん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 。なるほどね。あんまり聞き返すと怒られるじゃないですか。はい、聞こえなくても。怒られるんですか、うん、怒られたら嫌だなと思う。はいはい。怒られたことあります？聞き取れなくて何回か聞いて怒られたということは実際にはないんですけど。うん、まあ機嫌が悪くなるかなっていう。そう。それによってこう会話が途切れると、うん、また後々面倒だなと思う。うん、そうですね。流れ止めちゃうとね。うん、そうそうはい。そういうのは思い出します、ね。うん。だから僕、はい、聞き取れなくても入って返事して。ということです、前田さん。はい、いやいや、ちょっと待って。いや、聞き取れるんです。聞き取れてないのに、はいと言ってた。雰囲気で返事はします。英語でも、なんとなく単、これダメだな。これ、どつも言っちゃうな。まあ、とりあえず、僕は、その若い頃ですよ。新弟子の頃、坊主の頃ですから。うん、もう、はいと言えしか言えない状況なんで。うんはい、まあ、一応、二者択一です。はい、はい、そういうことです。でも切っていいですか？でもこれね、はい、25年前じゃないですか、約、うんうん。だからこの当時最先端の、はい、ケビンさんのスポーツスペシフィックトレーニング。はいはいはい、あるいはさっき言ってたそのノートパソコンのことだったり、ガラケーのことだったり、うん、そのファックスのことだったり、うん、やっぱ25年時間が経つと、当時最先端だったものも古くなっていくっていう当たり前のことをこう、うん、感じますよね。うん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 、そうですね。まあ、便利か不便になったのか、ちょっとよくわからない。ね、よくわからないですけど、うん。はい。そういうことで。はい。じゃあ、これが1話目なんですかね、実質。ありがとうございます。ありがとうございます。前田さん1話目。1999年3月10日発行、紙のプロレス15号。前田さんと、違うな。前田さんのカレリン戦の、前インタビューですかね。そうですね。試合前、大会前のインタビューですね。はい、で、これ、この号の紙プロは、うん前半が 1.4 次編、いわゆる尾形橋本戦の特集で、はい、後半のカラーがこの前田対カレリン戦に向けての大特集となっていて、はい前田さんのアメリカ特訓リポート&インタビュー、うんで、アレキサンダー・カレリン独占インタビュー。はい浅草キッドの前田明応援祭り林激励文、うん、でアニマル浜口&浜口京子の腹渡対談という構成になっていますね。はい、うわで今回はこの前田さんのインタビューを追っていくということでよろしいですか。これ何ですか。いや若いなと思ってこの2人。あ浅草キッド、はい、はい浅草キット。99年の浅草キット。99年。1999年の浅草キット。若いなぁ。25年前ですもんね。そうですね。ほぼほぼずっとになりますね、うん。はい。で、前田さんのインタビューは、うんタイトルがですね、はい、何の因果の素手頃家業という。どこ見てますか、今。今、アレキサンダー・カレリンのインタビュー開いてましたよね。いや、浅草キット。浅草キッドに見入ってしまったんですね。はい、見入ってしまいました。若いなと思って。じゃあ、後でこう浅草キッドの、祭り林激励文は読んでいただくとして、はい、前田さんのインタビュー、はいはい痛めた左膝がこうクローズアップされている写真で始まっていますね。うんはい、で何の因果の素手頃家業で引退試合、カレリン戦前のアメリカ特訓リポート&インタビュー刊行、前田明 in USA ってなってますね、うんうん。アメリカまで、シアトルまで取材に行ってるっていうことですね。誰がですか？これは、紙プロ編集長。あ、編集長自ら。で、カメラマンとして森モーリー・タカヒロさんが帯同していますけど。ほー、うん、これ紙プロチームは何人ぐらいで行ったんですか？二人だと思いますよ。カメラマンと、編集長と、二人で行ってるから、はい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 。違ったかな。いや、二人でしょうね。二人、はい。まあ、二、三人だと思いますね、はい。はい。で、これはどうしますか？この、ちょっと長めのリードみたいな文章があるんですけど、うん、思い出すということも含めて、ここを読んでいきますか？それともインタビューから
いきなり行ってしまいますか。インタビューにしましょうか。はい、わかりました。これはどこだ ?124 ページです。はい、124ページ。うん。シアトルですね。はい。はい、シアトル。じゃあインタビューそのまま読んでいきますね。はい。聞き手、シアトルでのトレーニングが4日過ぎましたけどどうですか？うん。前田さん、少し考え方が変わってくるっていうのもあるし、特にこの4日間では走れるんだなっていうのが分かってすごく良かったね。うん。で、聞き手、左膝の手術をしてからは走るのを諦めてたって言ってましたからね。というと前田さんが、手術をしてしばらくは調子よく走ってたんだけど、調子が良かったら立ったか立ったか言っちゃうんだよ。そういうのが恨みに出て、ある日カクッと来ちゃうんだよね。そういうのを繰り返してるからさ、だんだん走るのが怖くなってきてたからね。あとは体のバランスが狂ってるっていうのが自分ですごいわかるんですよ。うん、で、ウェイターが、ここで Do you have any drink?と聞くと前田さんが、ああ、何にしようか。ミネラルウォーター、あ、やめた。ミルク。ローファットミルク。と、ローファットミルクを注文してます、前田さん。はい、で、聞き手が、ローファットミルク。子供みたいですね、なんか、うん。で、あ、ここでトレーナーのケビンさんが、砂糖は入れちゃダメですよ、と釘を刺してます。うん、はい。で、前田さんが、はい、と。素直に、うなずいてますね。うんうん、で、何の話だっけと前田さんが言って、聞き手が、バランスの話です。と言うと、前田さんが、そうそう、自分のバランスが狂ってるのがすごいよくわかるんだよ。無意識のうちに左足をかばっちゃうんで、右足に重心がかかる。そうすると上半身は左にひねるようになっちゃうんだよね。だからそれを基準に技とか出すんで、すごくバランス悪いし、うまく動けないんだよ。うん、左足のポテンシャルが悪いっていうのが常々あったからね。うん、で、聞き手が何せガラスの膝ですからね。というと前田さんが、今まではそれでもだましだましやってきたけどね、うん。で、聞き手がケビンさんのトレーニング方法はやってる本人も驚きの連続なわけですか？前田さんが最初、高坂からケビンさんのトレーニングはいいって聞いて、俺走れないけどそれでも大丈夫かって聞いたら大丈夫ですよって言うんだよ。うん、そうかって思って来てみたら柱何笑ってるんですか？いや、絶対高坂適当だろうな。そういう感じ。ああ、なるほど、うん。このケビンさんっていうのは、うん、ちょっと思い出すために言っておきますと、うん、まあ、ケビン山崎氏。はい。山崎昇さんって言うんですよ。え、そうなのですか？はい。昇るケビン山崎氏なんですよ。うんうんうん。上プロ編集長山口昇なんですけど、はい、ちょっと一字違いなんですね。うんうんうん、で、いわゆるリングスのこれは公式トレーナーということになるのかな。まあ、TK が最初シアトルにいいトレーナーがいるということで、はい。前田さんに紹介した。うんうん。で、ケビンさんを。はい。はい。で、TK はもうシアトルが本拠地だったので、うん、モーリス・スミスのジムの、うん、ジムがシアトルにあったんですよね。うん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 、はい。で、そのつてで、前田さんが彼臨戦前に最終調整のために、うん、ケビン山崎さんをトレーナーにしてトレーニングしに行ったという経緯です。はい。はい。で、前田さん、最初、高坂からケビンさんのトレーニングはいいって聞いて、俺走れないけどそれでも大丈夫かって聞いたら、大丈夫ですよって言うんだよ。うん、そうかって思って来てみたら、走らないとダメだって言われてさ、うん、確かに、スーパードレッドミルとかやってましたからね。走る機会ですね。そうですよ、はい。初日なんかおっかなびっくりで、怖いな、怖いなって気づかれしちゃったね、うん。でも、昨日あたりからだんだん慣れてきたっていうかね。で、聞き手がケビンさんのトレーニングを前田さん的にはどう解釈してるわけですか？前田さんが、頭で思ってるようには体は動かないみたいなことをよく言うじゃない。そのギャップをピチッと合わすトレーニング、うん、頭で思ってるようには体は動かないみたいなことをよく言うじゃない、うん、そのギャップをピチッと合わすトレーニング、うんうん、感覚と実際の動きのズレをなくすトレーニングだね、うんうん、で、聞き手が午前中は素人が見るとただ単にランニングマシンで走ってるようにも見えるんですけど、ケビンさんの話を聞くと実に合理的、理論的、科学的ですよね。うん、高坂さんは体も疲れるけど自然と普段使わない神経を使うようになるからすごく頭が疲れるっていうようなことを言ってましたね。うん、すると前田さんがそのおかげか高坂は動きがすごい良くなった。タックルが全然速くなったよ。リングスにとってもケビンさんとの出会いは大きかったね。うん、田村も、あ、ここで田村さんの名前が出てますね、はい。田村もやっと体重を増やし始めてきたから。増やしてもスピードを落とさないようにできるからね。あ、うん、このまんまケビンさんのトレーニングに向かわされる可能性もあったということですね。
田村さんが、うん、体重増やしてたんですか、この頃。体重は最大限増やしてました。あ、そうですか、この当時。はい。いやいや、常にです。あ、常にか、はい、なるほど。リングス、だけどリングス自体はっていうことですね。まあ、簡潔に言うと体重は、うん、要するに脂肪も含めると太れるっちゃ太れるんですけど、はい、脂肪とその筋肉のバランスよく比例して体重増やさないと、はい、ちょっといけないなっていう認識があったので、多分日本人のその限界で、だったような、あ、日本人っていうか僕の体で、うん、限界だったような気がします。90キロ台ありました。インターの時に1回ありました。ははは。リングスの時は80、もう7、8。リングスの時ずっと80後半ぐらいですか。80も7、8をキープですね。それはきついなぁ。はい。あんだけでかいのが揃ってる中でね。ああ、そうですね。ヘビー級多かったですよね。ヘビー級しかいないですよね。基本的に。まあ、まあ、その KOK になってからはちょっと別ですけど。ああ、確かに。いや、KOK でも、まあ、でかいですけど、ね、KOK でも、僕と、フレームでやってますから、ね。80キロ台、僕とあれですよ、ヘンゾです。ヘンゾグレイシーだったと思いますよ。はいはいはい。はい。なるほど。ハンも100キロぐらいありますもんね。全然。100キロあると思いますね。そうですよね。あったような気がします。あるよな。うん。うん、で、田村もやっと体重を増やし始めてきたから、増やしてもスピードを落とさないようにできるからね。うんうんうん、で、聞き手がそうなると、カレリン戦では全盛期の前田明が見られると期待していいですね。というと、うん、ケビンさんが横から、おー、プレッシャー耐えますね。うんうん、チャチャを入れてきていますね、うん。で、聞き手がもうガンガンプレッシャーを感じてもらいたいですね。というと、前田さんが、全盛期っていうのも大げさやね、うん。一番の目的は狂ったバランス感覚を直したかったからね。うん、そういうのをトータル的にやってるでしょ、うん。いいよね。今回も夕方からはモーリス・スミスのとこでスパーリングをやろうと思ってたけど、今日右足やっちゃったからね。うん、で、聞き手があれはドキッとしましたね。一瞬左膝がいっちゃったのかと思って。うん、あー、これ、そうですね。ドレッドミル、うん、スーパードレッドミルっていうのをやってる時に、うん、まあ、痛めた左、膝をかばってなのか、うん、逆に言うと右足を痛めちゃったんですよね。ああ。トレーニング中に。ああ、はい。なるほど。で、聞き手があれはドキッとしましたね。うん、一瞬左膝がいっちゃったのかと思って。うん、というと、前田さんが走れると思ったら、なんか嬉しくなってどんどんスピードを上げちゃったんだよ。うん、そうしたら右足のふくらはぎに何かがビシッと当たったような衝撃があってね、うん、変に肉離れみたいにならなくてよかったけど、うん、今回は大事をとってスパーリングはなしって方向になるかもね、うん、次回、来た時は高坂もいるしモーリス・スミスのとこでみっちりスパーリングができるからさと、うん、このインタビューをしている時は、うん、99年の1月15日なんですよ、うん、ワシントン州ベルビュー郊外のレストランにて収録になってますけど、うんうん、これが1回目で次に 1.23 武道館大会を終えてまた、再渡米するというスケジュールだったと記憶しています。はい、はい、2回行ってるわけですね。そうですね、はい、武道館さんで、はい、はい、そこで 100% に近いポテンシャルに持っていきたいね。でもケビンさんとやってるとやっぱり面白いよ、うん、ウェイトでもパッと見てもう一発いけるなって回数を増やしたりする判断はすごいね、うん、で聞き手が環境が変わったっていうのはどうですか気分的には、うん、というと前田さんが、うん、楽だね、アホな社員を怒る必要もないし、また余計なこと言ってますねで聞き手が日本の煩わしさから逃れて、うん、というと前田さんがそれでも夜こっちから会社に電話したら、うん、このバカだれっていうことになるんだで聞き手が太平洋を越えてまで怒ってるんですかって前田さんが怒ってる怒ってるあ、これ面白い、なんかタイトルこれいいですね、うん、あ、タイトルを考えてるんですね、うん、はい、聞き手が疲労困憊の状況でも国際電話で社長業、うん、国際的ビジネスマンだなと聞き手が言うと、うん、今度ケビンさんが、うん、見てると前田さんも大変だなって思うけど、本当はやめてほしいんだよね、そういうことは、うん、少しの時間だけど朝の時間を損しちゃうんですよね。ああ、トレーニングに集中してほしいと、うんうんうん、で、聞き手がそれは全前田ファンの願いでもあるんじゃないですか、うん、せめて引退試合が終わるまでは社長業をやめてくれっていうね、うんうん、
というと、前田さんが、うん、まあそうも言ってられないやろと。うん、で、次は、今も全身筋肉痛みたいな感じだけど、走れなかったものが走れるようになったり、自分でも感覚が良くなってきてるのが分かったりするから、すごく嬉しいね。うん、ちょっと待ってくださいね、はい、一瞬。次のページ行ったんですけど、これ、なんとなくのトレーニング風景の写真、うん。はいはいはい。ああ、これ、貴重な写真ですね、これ、うん。これ写真見えますかね、ご覧になってる方は。見えると思います。まあ、スーパードレッド。治療してんのか。そうですね。あ、この時が、右、うん、さっきのふくらはぎを痛めた時じゃないですか、ね。はい、はいはいはい。はい。ワシントンインスティテュートオブスポーツメディシンというところでトレーニングが行われていて。うんうん、これが、これなんだ。これがトレッドミルですね。そうですね。で最高28マイル、100メーターを7秒ちょいで走る計算のスピードと、うん、角度は45度まで調節できるスーパードレトレッドミルの上でランニングをする、うん、アキラ兄さん、うん、というキャプションがついてますけどね、うんうんうん、で取材2日目の午前中、膝を痛めている足の反対、右足のふくらはぎを痛めてしまったアキラ兄さん、うん、すぐに電気針でケアし、大事には至らなかったというふうに書いてあります、うんうん、はい、まあ、あとウェイトをやったり、体のバランスを整えることを主にしたトレーニングということですね。これはラットマシンのローイング、ティーバーローイング、ね、うん。で、これがインクラインか。もう、さすが、専門家ですね。いや、そんなの。はいはい。これ。はい。なるほど。うん。ちょっと無理やりって感じですね。割とね、うん、このね、このローイング系も、はい、このプレートの枚数が何枚だ、うん、これ1枚20キロだと思うんですけど、1、2、3、4、5、7、8枚。はい、7、8枚あって、うんヘビーウェイト、重い重量のウェイトをやられてると思うので、なかなかね、ハード。ハードですね、うん。で、やっぱ重いとね、腰、フォームの姿勢が崩れちゃうんですよ。はい、はい、はい。で、これ前田さんを批判してるわけじゃないんですけど、うん、このラットマシンもね、ビハインド、後ろの方にこう引くんですけど、はい、首が曲がっちゃうんですよね、うんうん、重いのでやると。うん、これ、まあ、一回ごめんなさい、やめときましょう。この辺で。いや首が曲がるとね、あんまり良くない。ああ、なるほど、はい。だから、重いのでやってるからもう仕方ないちょっと部分はあるんです。これすごい、うん、タオル加えてやってるんですね。歯食いしばって、うん。マウスピース、この当時、あんまりなかったかもしれませんね。ああ、そうかもしれないですね。うん。なるほど。まあ25年前ですか。そうですね。まあでもよくやってますね。すごいですね。うん、トレッドミルでも、走るマシンでも、チューブみたいな腰、お腹につけられて、引っ張りながら走るみたいな。まあ当時すごく最先端な、うん、今でさえ当たり前でしょうけど、はい、最先端なトレーニングだったと思いますね。ね、で、ケビンさんもそのトレーナーとしてはね、うん、まあ、この前田明さんとトレーニングしてから、うん、例えば糸井重里さんに、うん、目をつけられてっていう表現おかしいですけど、はい、日本に来て、うん、ジムを出したりして、うんうんうん、一気にこう脚光を浴びていきましたよね、うんうんうん、ケビンさん自身も、うんうんうん、はい、そうですよね、うん、トータルワークアウト、はい、あ、よく覚えてますね。ん、記憶力がいい時と悪い時との差が極端ですよね。え、トータルワークアウトは別に普通じゃないですか。あ、トータルワークアウトってジムをやってた。ケビンさんが。はい。はい、いや、よく。あ、トータルワークアウトって言いました。僕が先ですよね。そうです、そうです。あ、そうですよね。だトータルワークアウトっていうのが、ジムをやってたというのをよく思い出したなという。うん、あ、でも、一般用語としてのトータルワークアウトを言ったんですね。ジム名じゃなくて。ジム名です。あ、よく覚えてる。いや、僕は普通ですね。そうですか。はい、全然普通です。はい、聞き手が、じゃあ気分的にはポジティブ、うん、というと、前田さんが、そう、ポジティブ、うん。で、聞き手がシアトルまで来た甲斐がありましたねというと、前田さんが、あったあった、うん。
で、聞き手が、でもこっちは聞くところによると、一日中晴れる日は週に1日か2日らしいですね。というと、前田さんが、知ってる？シアトルっていうのは、年がら年中こんな天気だから、アメリカで2番目に大きな精神病院があるんだって。で、聞き手が、どういう関係があるんだっていうと、突っ込むと、前田さんが、天気が悪いから憂鬱になる人が多いんや。聞き手が、シアトルに訴えられますよ、うん。でも今日の前田さんは、昨日の前田さんの顔より全然いい顔してましたよというと、うん、またケビンさんが入ってきて、昔の前田さんの雰囲気が出てきてますよ。それは感じますよ。うん、で、聞き手がウェイトとか見てると負けん気も出てきてるし、うん、というと前田さんが、へっへっへ、うん、でも昨日もすっきりしてたんだよ。朝もゆっくりだったし、その前の2日間が6時起きとかそんなだったからさ。うんうん、で、聞き手が、こっちでは完全にトレーニング付けの一日ですか、うん、夜はどこにも行ってないんですよね、うん、というと、前田さんが、そんな暇あるかい、うん、バスルッテンと高坂の試合 1.8UFC をビデオで見たくらいやね、と。この辺にしときますかい、もう時間過ぎてますけど。はい。18分です、今。はい。バスルッテンのところまで行きます？高坂バスルッテンの感想を聞いてますけど。切りますか。切りますか。はい。はい。これ何か編集長、はい、これシアトル行かれてますけど、はい、編集、紙プロチームはどっか行ったりとかしてる、行ったとか、夜ですか？お聞き、はい、お聞きになったことあります？いや、行ってないですね。行ってないですか？すごく真面目に取材をして。はい。何日ぐらい行ってたんですか？3泊ぐらいじゃないですか。3泊。3泊だと、4泊6日。3泊4泊だと、割と時間持て余しますよね。それは何かこう、夜の繁華街に行った逸話を話せとかそういうことですか？あれば。どういう羽目を外したのかとかそういうことですか？あれば。ないですね。ないですか？はい。なるほど。まあ、カメラ回ってるというのはなかなか言いにくいですよね。いやいや、そんなことはないです。そうですか。ないです。ないものはないです、ま。シアトル、この周りの環境っていうか、うん、その、食事とかレストラン的なのってあったんですかね、はい、どこでされてました？食事は。その辺がね、全く記憶ないんですよ。記憶ないですか、はい、ああ、うん。でも割と、車社会なんで、車で移動しないといけないじゃないですか。はいはいはい、だから、まあ、一軒隣がまあ30メートル離れたりとか、うん、でちょっとレストラン行こうとすると、はい、車でまあ5分10分走ったところに、はいはいはい、行ったりすると思うんですけど、はいはい、そういうショッピング行ったりとかも記憶ないです。軽くは行ったと思いますけど、強烈には印象に残ってないので、うんうん、食べ物とか残ってませんか、はい、飲み物、コーラ、スプライト、あ、コーク、スプライト。なんでコーラをコークって言い換えますか、マクドナルド。あ、うん、マクドナルドって通じないんですよね。通じないですね。はい。はい、マクドナルド。ちょっとネイティブに発音をすると僕ちょっと恥ずかしいんで。ああ、いいです、そうです。そうです。ありがとうございます。はい。マックとも言いませんからね。はい、そうですね。もう切りませんか？マクドとも言いませんしね。マクドとも言いもう切りませんか？あ、そうですか。もうそのあたりはいいです。今日はなんか雑談モードなんですか？いや、そんなことないんですけど。前田明対アレキサンダー・カレリン、戦慄の大特集ですからね。なるほど、わ、はい、かりました。でもこれ、珍しいですよね、うん、前田さんのこうトレーニング風景というのは。ああ、トレーニング風景を取材するのが。はいはいはい。はいはいはい、そうですね。まあでもこれ、まあこう、前田さんの練習受けはもう僕ちょっとまあ見たり拝見させてもらったことある。はいはい、まあ新弟子の頃から。日本でですね。はい、含めて。縄跳びなんか毎、うん、30分跳びますから、ね。ああ、そうでしたね。1988年、9年は練習来てまず縄跳びして、スクワットして、うんね。あの巨体で。巨体って、まあ、その頃はまだ、あれか、シェイプされてたか。そうです。まあでも、それでも100キロ、110キロぐらいある中で、縄跳び30分はすごいと思いますね。うんね、体がめちゃくちゃ柔らかいしですね、うんうん。うん。で、U の道場には、ウェイトの器具が、ラットマシンとスクワットのラックと、ベンチプレスの台、はい、うん、
ぐらいがまあメインで、はいはいはい、まあそれ、そのウェイトとかやられて。88年とかそれぐらいですよね。はい。1988年、89年ですね。うん、で、おそらく、まあ、このパーソナルトレーニングじゃないですか。はい、で、一人でやる練習と、二人でやる練習というのは、もうここね、大きな違いがあって、やっぱり、ウエイトでも補助する、補助して葉っぱかけて、上げろ上げろとか、上がる上がるとか、もう一回もう一回とか言うと、もうやっぱり人間って上がるんですよ。追い詰められて、極限状態まで。だから、一人でやる10回の、ウエイトトレーニングの10回が、13回、15回とか、まあ、結構声を張り上げてやってらっしゃったと思うので、うんはい、で、まあ、ある意味、まあ、そこも含めて、ちょっとパンクしちゃったところもあるんでしょうね、うんうん、この怪我っていうのも、はいはいはい。で、元から膝が悪い状態で、うん、右膝悪いと右の腰が悪くなったり、はいはい、全身のもうバランスが悪くなるので。はい、この時、まあ、トレーニングパートナーというか、帯同してたのは、和田良学さんも一緒に行ってたと思いますし。あと、森田先生って言いましたよね、はいはいはい。あ、森田先生いますね。はい、今この写真にも。はい。で、ケビーさんがいるという。うんうん。うん。だからウェイトとか、和田さんと一緒にやってた。ああ、ほんとだ、うん。和田さんいますね。うん。この、向かって左、あ、写真見えます？はい。なんか、わ、はい、かる。向かって左。うん、向かって左。はいはいはい、はい。見て左。ねうん、この、ここの写真。はいはいはい、はい。この一番左側って誰ですか、うん、ね、これ今私コピーを見てるので、うん、あんまりはっきり見えないんですけど、誰だったかな、これ。これ森田先生が、ね、だったの、ケビン。さん、TK、和田良学。これ誰だろう、キヨ君かな。キヨ君キヨ君って言われたの、向こうのケビンさん側のスタッフの方ですかね。はいはい、確かそうだったと思います。あははモーススミスジムで、練習してる人かな、うん、選手ですか選手というか、うんうん、まあいいや。ジムに通ってる人だったかな。ちょっとごめんなさい。違ったら申し訳ないんですけど。もう切っていいですか。あれ本当に自分勝手なお方ですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。前田さん3話目、紙のプレス1999年3月10日、こう紙のプレス15個前田さんのインタビューを振り返りたいと思います、はい。ラストマッチアレキサンダーカレリン戦に向けて、はい、シアトルでトレーニングをする前田明さん、はい、現地シアトルでのインタビューですね。はい、ちょっと巻き戻して、前回の続きは巻き戻して読んでいきます。はい。聞き手が、こっちでは完全にトレーニング漬けの一日ですか？夜はどこにも行ってないんですよね。と聞くと前田さんが、そんな暇あるかい？バスルッテンと高坂の試合 1.8UFC をビデオで見たくらいやね。うん、で聞き手が、ああ、せっかくだからその一戦の感想を聞かせてください。で前田さんが、高坂はちょっとリズムが持続できなかったね。もう一つは UFC 側がルッテンを勝たせたかったんじゃない？延長する理由がなかったじゃない、はっきり言ってね。ずっと高坂が上になってたからね。高坂が殴ってるのにブレイクされたりね。最初の12分はずっと高坂が攻めてたでしょ。あれだったら延長する理由がないんだよね。一番最後のシーンもパンパンって当てられてタックルに行こうと思って、足を取りに行ったら蹴りが飛んできて、それを避けて尻餅をついたらそれでダウンでしょ。無理やり止められたわけでしょ。うん、まあどうでもいいけどな。で言うと、聞き手がどうでもいいけどっていいことないじゃないですか。と言うと、前田さんが、しょうがないやんけ、終わったもんは。まあ、悔しかったんでしょうね、前田さんからしてみると。はは、バスルッテンと高坂の試合。はい、UFC ですね。はい。99年1月8日の試合です。で聞き手が、前田さんの中には対パンクラスって意識はあったんですか？ルッテンがパンクラスの元王者だとかの対抗意識というか。と聞くと前田さんが、別に何にもない。全然ない。パンクラスがどうのこうのっていうよりも個人だからね。バスルッテンがたまたまパンクラスにいて成績が良かったってだけでしょ。だいたいルッテンは最初はうちがオランダからブッキングする予定の選手だったからね。うん、
聞き手が今後はパンクラスとの技術提携なり試合の交流なりをしていかざるを得ない状況が来ると思うんですよ、うん、というと前田さんがまあなるようになるでしょう、うん、どっちでもいいよ俺は、うんうん、あいつらは2次元に住んでて俺は4次元に住んでるだけ、うん、数字で言ったらあいつらは二進法なんかどうでもよくないじゃないですかねで聞き手がデジタルと突っ込むと前田さんがデジタルだよ俺は十進法、うんうんで、アナログって言うと、途中でウェイトレスが、Would you like some eat? って入ってくるんですね、うん。で、前田さんが、まだミルクが来てないんだけどな。うん、で、ウェイトレスが、ミルク、スモールは、スモールはビッグって聞くと、前田さんがビッグビッグ。うん、それと、ケビンさん、白身だけだったら卵は食べていいですかってケビンさんに聞くと、うん、ケビンさんが、うん、ああ、OK、いいですよ、うん。で、英語で白身だけのスクランブルエッグをケビンさんが頼んでくれました。うん、で、ウェイトレスが、How many? と聞くと、前田さんが、5 egg。うん5個も食べるのか。それからポテト、うん。ケビンさん、チキンはダメですよねと聞くと、ケビンさんがダメですね。うんうん、で、前田さんが、じゃあパンケーキ、うん。で、聞き手が、パンケーキ？本当に子供みたいですね。うん、こんな前田明がアメリカで見られるのは幸せですね。と言うと、うん、前田さんが、ケビンさんには食事のアドバイスももらっててね。うん、これとこれしか食っちゃダメって感じやね。うん、一番辛い禁止項目は俺の大好きな炭水化物、うんうん、俺はご飯だけあればあとは何もいらないっていうご飯人間だから、うん、で聞き手がご飯人間、うん、いい響きですと言うと前田さんが俺の目指してるトレーニングの内容では炭水化物はダメ、うん米人間の俺は若い頃イギリスに行った時もカリフォルニア米を自米で炊いてたからさ、うん、俺らは新日本の道場にいた頃でもご飯をいっぱい食べるやつが一番偉いって世代でしょ、うん、いっぱい食うやつは尊敬の眼差しで見られるからね、うん、親からも褒められるしね、うん、で前田さんが、先輩たちにもおう前田食うじゃないかって言われて、うん、でまた無理して食っちゃうんだよ、うん、で聞き手がムキになってというと前田さんがアホみたいにさ、うん、で聞き手がそういうこと一つをとってもやっぱり時代は変わってるんですね、うん、というと前田さんがそうそうそうで聞き手がベンチプレスも昔の道場だと回数で競ったりムキになって重いやつを上げたりとかだったのがケビンさんの方法は違いますよね、うん、というと前田さんがだから追い込み方が違うよねこっちに来て体の代謝が良くなってるみたいだからインターバルがどんどん短くなってるよね。で、聞き手がそれもこれも当然カレリンを想定してのトレーニングなわけですよね。というと前田さんがカレリンがどうのこうのっていうのももちろんあるんだけど自分のポテンシャルを最大限に使えるように整備しとく。むしろそっちが目的だね。ポテンシャルを最大限に上げてあとは自分の経験という物差しで相手を測っていくしかないよ。うん。で、聞き手が、だけど相手は11年間無敗ですよ。何か対策を立てないと、というと、前田さんが、夫婦喧嘩で負けてるかもしれへんやんけ。恐怖感とか威圧感だけを大きくしても試合にならないよ。でしょ、うん、聞き手が、そうだ、喧嘩って単語を聞いて思い出しましたけど、こっちに日本刀を持ち込んだんですよね。前田明がアメリカまで日本刀を持ってきた理由を読者に説明してあげてください。うん、と聞くと前田さんが、高坂にあげるため、うん、高坂にやるためって書いてありますね。高坂にやるため、うん、これからアメリカで勝負するんだったら大きな意味でキャラクター勝負だからね、うん、前に高坂にお前は武田信玄の24章の直系の子孫なんだからそういうのを売りにしてやった方がいいぞ、うん、俺は日本刀いっぱい持ってるから持ってけって言ってね、うん、だけどあいつさ空港に日本刀を持って行ったら捕まるってビビっちゃって持っていかなかったんだよね。で聞き手がそういえばさっき高坂さんにあの刀で人を切るときはなって教えてましたよね、うん、で前田さんがあの刀はね硬いものより人間を切れるように打った刀なんだよ、うん、で聞き手がシアトルの街でなんて話をしてるんだと思いましたよ、うん、いや別に人を切ろうとは思ってないんですけどって答えてる高坂さんもおかしかったですけどね、うん、で前田さんがクックックと笑ってます。で聞き手がまあ刀の話はともかくあと1試合でリングからごめんなさい。あと1試合でリングから降りるわけですけど、と続いていきますけど、うんここまでで何か気になったところ、語り合っておきたいところ。刀をシアトルまで持ってって、はい、持ってったってことですか？そうなんでしょうね。持っていけるのかな？なんか申請すればできるんですかね？申請すればできるんでしょうけど、うん、この一般の方、まあ一般っていうのはその、一般人が、
持っていけるもんなんですかね。これ前田さんじゃなくても、これ一般の人が刀、ナイフ。なんか持っていけないようなイメージがありますけどね。まあ、確実に申請はするでしょうけど、うんうん、申請したところでっていうのもあるんじゃないですかね。うん、確かに。どうなんでしょうね、この辺って。ちょっとね、この辺は私詳しくないので、うん、詳しい方にコメント欄にコメントをいただければと思うんですけど。そうですね。はい。これでも、アメリカってそういう刀っていう風習はないでしょうけど、はい、日本だけじゃないですか。はい、日本刀はそうですね。はい。で、日本刀を飾ってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、アメリカでは日本刀マニアの人はいや、たくさんいると思いますよ。いますよね、はい。そういう方はどうするんですかね。輸入された、まあ、専門ショップの輸入されたものを購入するという感じなんじゃないですか。そうか、そうか、そうか。じゃあ、その専門業者じゃないと運べないみたいなところは。じゃあ、前田さんは専門業者なんじゃないですか。日本刀。なんか我々が知らない中でこう日本刀の専門業者の免許を持ってるとか。うん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 。あ、でもそれはあるかもしれませんね。ありますか。うん、可能性としては。うん。うん、ね。で、まあ、TK が UFC で活躍していくためには、うん、まあ、大きな意味でのキャラクター勝負だから、うん、まあ、金網の中に日本刀を持って入場したらどうだとか、いろいろこうアドバイスをしてたんじゃないですか。ああ、うん。本物じゃないですよね。日本刀の、うん、俺は日本刀いっぱい持ってるから持ってけって言ってね。だけどあいつさ、空港に日本刀を持って行ったら捕まるってビビっちゃって持っていかなかったんだよね。本物じゃないですか。本物じゃないですか。ですよね。多分前田さんは、日本刀の輸入業、輸出できる、輸入できる業者なんですよ、うん、きっと、うんうんうん。だから日本刀のこうレプリカ的なのを、リングに、うん、金網に持っていくっていうのは、うん、いい、まあまあ、キャラクターとしてはね、あるん、うん、思いますけど。本物持ってっちゃダメですよね。はい。まあ、ここ討論してもしょうがないですよ、ね、はい。でも、ヒクソン戦の時の船木さんは、本物の日本刀を持ってったんですよね。うん、そうなんですか。はい、でも、その、これから戦うっていう恐怖心の中で、もう今、ヒクソンを切ってしまおうかと思ったっていう、こう、有名な話がありますけど。はあ。切ってしまうか、低そう、うん。まあでもそれだけ極限状態に追い詰められた、ね、うん、極限状態だったんだと思いますけどね。そんな極限状態の人に日本刀持たせたら関係ない。本当ですよね。今考えたら、はい。周りが止めろよっていう話ですけどね、うんうんうん。でもこのシアトルの街の中で、うん、あの刀で人を切るときはなって説明する前田さんも前田さんですけど。ね、いや、別に人を切ろうとは思ってないんですけどって答える TK も TK ですけどね。面白い姿勢ですね。なるほど。まあ、特にない、うん、他はないですかね。ないですか、うんうん、これ、前田さん、ご飯人間、米人間、うん、炭水化物人間って言ってますけど、うん、田村さんはどうなんですか、はい、炭水化物人間。あ、ご飯人間です。ご飯人間です。はい。あ、昨日も、丼2杯食べました、ご飯。へぇー。丼2杯がちょっと多いか少ないかわからないんですけど。丼2杯は多い方じゃないですか。多い方ですか？はい。50代のプロレスラーにとってみると。割と、うん、はい、多めの。あ、丼って言ってもその丼がどれぐらいの大きさかにもよりますよね。そうなんですよね。これお店によって、大盛りって頼んでも、器が小さいから、普通の、普通盛りになっちゃう場合もあるんですよね。器次第だと思うので、うん、デカ盛りのところなんていうのは大盛りって言ったらものすごい量になって出てくるところもありますからね、うん、中には昼間ね500グラム、で夜があれ500、昼間の500だったら夜1キロ食べてるな。いや1キロも食べられないよな、まあ、いずれにしろご飯人間だと、いや1キロ食べたな、はいはい、ご飯人間。ご飯人間です。やっぱプロレスラーはご飯人間多いですかね。多いと思う、ね。U ではどうでしたか？UWF、U インターリングス。いや、そんな。
そんな詳しく見てないです。いや、もうそんな一人一人ご飯人間ってこう聞いたことないので、ちょっとその不明ですけど、まあ、練習終わって、やっぱりちゃんこ鍋を みんなで作って、で、丼飯、ちゃんこ、おかずにちゃんこ、で、まあ、大体皆さん、2杯、3杯ぐらいは、食べられてたので、ご飯人間っちゃご飯人間じゃないですか、ですかね。これ、ご飯食べれない人って、まあ今はちょっとわかりませんけど、プロレスラーとか、やっぱお相撲さんとか向かないですよね。向かないです、ね。パンしか食べないとか。向かないと思います。ね、私ピザしか食べませんとか。はい。今なんかこう、その、なんだっけな。16穀米とかなんかこう、はいはいはい、お米でもあるじゃないですか、すね、種類が、はい。で、あそこまで気にするかなっていうところもあるっちゃあるんですけどね。はい。今回日本刀の話とご飯の話しかしてないと思うんですけど、大丈夫ですか、この回は。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。あ、違うな。昔なんか玄米食べてた記憶ある。え？道場で？はい。なんかお米がね、送られてくるんですよ。うん、はい。その中に玄米が、もう大量に送られてきて、記憶がありますね。まあ、それは送られてきたので、皆さんで、みんな、まあ、選手みんなで食べてますけど。はい、はいはいはい。もう5キロの、パックが、もう真空パックでが、どれぐらいだろう？ 5、5、5、5。30パックぐらい並んでましたね、はあ、それは谷町の方から送られてくる。谷町かちょっと分かんないですけど、とにかく置いてありますね。これ UWF の頃っていうのは、はい、練習後にやはり選手みんなでちゃんこを食べるという風習はあったんですよね、もちろん新生 U の頃。もちろんです。 U インターは、はい、U インターもありました。 U インターもあった。リングスはどうなんですか、はい、リングスもあります。ありました。はい、はい、ありました。で、田村さんがジムを持つようになってからは、はい、ちゃんこの場には行かないようになったんですかね。あ、リンゴスの、うん。道場に行かなくなりました。あ、そうかそうか。道場に行かないと必然的に同じちゃんこは食わなくなるっていうことですよね。はいはい。UWF、U インター、リングス。うん。このちゃんこってちゃんこ番がいるわけですよね、選手の、はい、誰がやはり一番うまかったですか、ちゃんこ番の中で。あ、時間が来てしまいました。え、何ですか今の笑いは。いや、どうでもいいなと。ああ、なるほど、どうでもいいですよね、はい、うん、でも大体決まるそのレシピがあるので。ああ、そうか。その作り方。代々受け継がれるレシピがあるんですね。はい。でそれが、まあ、大根が薄いか厚いかとか、味付けが、これね、あ、ごめんなさい。うん、田村さんが今ね、どうでもいいって言ったのはすごくよくわかるんですけど、うん、結構ね、プロレスラーの方とか、うん、ちゃんこ自慢の人多いんですよ。ちゃんこ自慢。うん。俺が作ったちゃんこはうまいっていう、ね。ああ、なるほど。うん。いや、逆の質問すればよかった。誰のちゃんこがまずかったですか？安城さん。それは意外だ。あ、そうですか。いやいや、美味しかったですよ。うん、美味しかったですけど、うん、これ噂話、噂じゃないな。噂話、同じ団体にいたんだから、噂も何もないじゃないですか。いや、噂っていうか、僕がね、新弟子で入った頃、はい、宮津さんと安城さんが、会話されてたんですよ。はい、で、あの時はこうでこうで、うん、で、安城さんが作ったちゃんこを、こう先輩方が、はい、一口食べて、うん、無言で帰ったっていう感じを。聞かされて、もうその印象が、うん、ああ、それなんかいたずらで変なもの入れてたんじゃないですか。お米の炊き方から、うん、そのちゃんこを一口食べて、うん、もう無言でも帰ったっていう話を聞いたのがちょっと印象に残って、まああんまり深く突っ込みませんけど、うん、もし仮に安城さんが作ったちゃんこが
まずいとするとですよ。まあ、意外なイメージですよね。とても器用だし、いろんなことにかけてる、まあ。たまたまかもしれません。そのご飯の水加減が早まったとか、急いでたとか、はいはいはい、あとまあ、ちゃんこ鍋も急いで、うんうんうん、味付けもちょっと、はいはい、急いで作ったから薄くなったとか。え、でも安城さんがちゃんこ版やってた時って、新生優の頃ですか？はい。そうですよね。はい。田村さんは食べたことあるんですか？もちろんもちろん。安城さんのちゃんこ。はい、あの時は、うん、当時、僕が新弟子入った頃は、宮と中野安城、田村、うん、僕はちょっとそれぞれに、教わったりしたんですけど、はい、宮と中野安城さんがちゃんこ番で、うん、で、中野さんがちょっと練習来なくなって、僕がそこに入って、安城、宮と田村でちゃんこ番を回してました。ああ、なるほど。はい。で、途中途中で、新弟子が入ってくるんで、はい、で、まあ、安城さんが抜けたり、宮下さんが抜けたりで、うん、新弟子チームでちゃんこ鍋をこう回したりとか。楽器、ふけが入ってきて。その前にいました、ね。その前に。はい。僕が第1回テストで1人だったんですね。うん、で、第2回、第3回、第2回かな。2回か3回で、誰かまた来ましたね。うん、もうすぐやめていくんで。はいはいはい。だまたせっかくちゃんこ鍋を教えて、掃除の仕方も教えて、うん、で、ちょっと、まあみんなで回せるかなっていう時にやめられるんで、うん、僕一人に全て負担がかかってる。で、ふけかきやらは確かね、5回目。あ、入門テストの回数で言うとっていうことですね。うん、3だったかな。3か5の記憶があります、ね。うん、なぜ今4が飛ぶんですか？4はまた記憶です。3と5は記憶。あ、なるほど。はい。はい、すみません。わかりました。多分、記憶違いだったら申し訳ないですけど。はい、でも、安城さんも美味しかったです。まあ、強いては宮津さんがいろいろ、ちゃんこの作り方もセンスありましたね。はい、うん。宮富徳、噛んじゃいました。宮富徳。宮富徳さんですからね。はい。すごいうまかったです。はい、美味しかったです。だからこれね、センスだと思いますね。うん。料理の。ああ、だからね、安城さんセンスありそうなんだけどな。そんなことないのかな。安城さんセンスあると思いますね。うん、どっちなんですか。もうフォローしてるんだから、落としてるんだからもう。うん、でも全員美味しいですよ。うまいですよ。うん、はい、やっぱり、もう毎日というか、週替わりで、週に2、3回はちゃんこ作る、うん。ちなみにね、前田さん、はい、高田さんがちゃんこを作ることはなかった。僕は見たことないです。ああ、なるほど、はい。新日本時代にはあったかと思いますけど、新日もその当時、料理番みたいにいらっしゃったんじゃないですかね。あ、いたでしょうね。はい。はい。ただ、ちゃんこ版もまた別にいたんじゃないですか。お手伝い的な感じで選手が。はい。はい、高野健二さんのちゃんこは食べたことありますね。うん、あ、そうですか。はい、新日本道場直伝。何ちゃんこですか？いや、いろいろ味は違いましたけど、味噌とか醤油とか塩とか。あ、何回も食べたんですか？何回も食べたことあります。タレがね、美味しかった記憶がありますね。どんなタレでした？ちょっと、繊細じゃない。詳細には思い出せないんですけど。鰹節のタレですか？鰹節だけじゃなかったです。いろんなものをこう、なんか、ちょっとずつこう、配合していって。キムチ鍋じゃないですか？キムチ鍋じゃなくて、まあ、キムチ鍋もあったのかな。ただそのね、タレが美味しかったんです。鍋、こう。具をつけるタレが。それ、かつお節をベースにしてもちょっと。じゃないんですよ。かつお節だけじゃない。大根のすり、すったやつですか？あと2時間ほどお時間いただければ、もう一回そこが気になります。記憶をたどりますけど。いや、美味しかったら覚えてる。オリジナルのタレなんです。かつおベースが。でね、そのオリジナルのタレが、新日本道場の直伝だと、うん、高野健二さん本人がおっしゃってた。それ多分、かつおじゃないですか？かつおだけじゃないんですよ。鰹節を醤油で煮込む。大根おろしも入ってましたし。それは大根おろしや。薬味もたくさん入ってましたし。うん。あとなんだろう。辛味の味噌みたいのが入ってたかな。ははは。
あと2時間ほどお時間いただければ思い出しますけど、はい。わかりました。はい、ぜひ、一旦切らして、はい。これ何話目だ前田さん。3話目です。3話目ですね。はい、じゃあ次4話目。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マイクテスト、マイクテスト。当たり前だのクラッカー。3話。前田さん、3話目ですね。1999年3月10日発行、紙のプロレス15号。前田さんのインタビューですね。前田カレーリン、直前の前さんのインタビューを振り返りたいと思います。今回、4話目だ。4話目ですか。はい。はい、お願いします。隊長、はい、今日のご機嫌はいかがでしょうか。あ、それ聞きます？それ聞くとだいぶ横道にそれますけれども。はい、端的に。スリー、ツー、フー、ハッスル、ハッスル。大丈夫なんですか、それは。もう、発言しちゃって。はい、生涯初の痛風になりまして、はい、今非常にこう、辛い状況で、お送りさせていただきますが、スリー、ツー、フー、ハッスル、ハッスルということで頑張ってやっていきたいと思います。頭も回らない感じですか？頭もいつもよりはなんかちょっとブレインフォグみたいな感じですね。ブレインフォグ？ちょっと霧がかかったような痛みが優先した感覚なんですけど、頑張ってやらさせていただきます。じゃあちょっと痛風の痛みに負けずに。はい。頑張ります。痛風とか当たり前だのクラッカー出しますこれ出しましょうよ、せっかくですから。当たり前だのクラッカー、これ実物見た方もしかしたら少ないんじゃないかなと思うんですけど、かと思われます。これ前田製菓っていうところから出ている、うん、当たり前だのクラッカーっていうお菓子なんですけどね、うんうん、はい、私もこれリアルタイムで食べた記憶はないんですよ、うん、子供の頃に。私よりだから全然上の世代の方の、うん、お菓子というかおやつだったのかなと思いますけど、うんうんうん、こういった袋とあと赤い袋とあるみたいなんですね、はい、でたまたまちょっと見かけたんで、この収録用に購入してきましたね。後で経費精算お願いいたします。あ、全然いいですよ。あれあれどれぐらい はい、どういう場所で、コンビニとかじゃないですか。あ、これはですね、通販で。通販で、はい、なるほど。たまたま見つけたんですよ。で、僕私もこう見たことがなかったので、実物をですね。で、食したことがなかったので、はい、ちょっと試してみようかなと思いました。100周年。うん、100周年らしいんですね。へぇ、うん、でもいいっす。宣伝ですよね。うん、当たり前だのクラッカー。これ、前田さんも子供の頃に、当たり前だのクラッカーとか言われたんですかね。わかんないですよね。わかんないですけど、まあプロレス界では当たり前だのクラッシャーっていうのが通名でしたけど。あ、そうなんですか。いや、それ嘘です。よくポンポン出てきますね。全然嘘です。もうメールで通分になりました。収録ちょっと延期してくださいって言われて、はい、ご迷惑をおかけしました。家にヒヤヒヤしながら、はい、通風かって最後のメールの部分。うん、ハッスルはちょっと笑わせていただきます。ありがとうございます。私も田村さんの心配していただいたメール、はい、返信を受けて笑わさせていただきました。はい、ありがとうございます。痛風とかけて。なんだっけな。相撲界のタブーに切り込んだ力士と解く。痛風とかけて、うん、大相撲のタブーに切り込んだ力士と解く。その心は。いや、どうぞ。その心は。いや、いいんです。どうぞ。痛いということです。痛い。痛い。これ分かる方いらっしゃいますかね。もう行きましょう。年代的には分かる方もいらっしゃるとは思うんですけど。昭和の、いや、年代的には多分ハマってる。ハマってますかね、はい。痛い。これちょっと私も、痛いながら、うん、痛みを感じながら、そのメールをいただいたときに大笑いさせていただきました。はい、あ、そうです。ちょっと元気が出ました。そうですね。ありがとうございます。はい。では前回、はい、前田さんが、1999年2月21日のカレリン戦に向けて、うん、カレリンとのラストマッチに向けてシアトルに飛んで、うん、科学トレーニングをしていると、はい、ケビン山崎さんの下でトレーニングしていて、うん、TK のために日本刀を持ち込んで、はい、TK に日本刀をあげるという話をした、はい、でそのシアトルの街で前田さんが、黄砂がね
あの刀で人を切るときはね、っていう話をして。で、TK が、いや、別に人を切ろうとは思ってないんですけど、っていう会話をシアトルの綺麗な街並みの中でしていたという話。そこで終わりました。はい。はい。で、その続きです。はい。で、聞き手。まあ、刀の話はともかく、あと1試合でリングから降りるわけですけど、というと、前田さんが、なんか懲役が終わりみたいで嬉しいね。で、聞き手が懲役。感傷的になったりはしないですか？というと、前田さんが、そういうのは別にないね。うん、リングスラストマッチの時、これは98年7月20日の山吉戦ですね、はい。リングスラストマッチの時は、カレリン戦ははっきり言って無理なんじゃないかと思ってたからね。うんうん、そういえば、カレリンはサンボのジュニアの大会で優勝してるらしいで。で、聞き手が、じゃあ関節もそこそこ知ってる。というと、前田さんが、でもぶん投げて勝ったのか、関節の攻防して勝ったのかはわかんないからね。というと、聞き手が、ただあれだけの実績を残した選手ですから、頭は非常に切れるわけですよね。というと、前田さんが、カレリンが好きなものはドストエフスキーって言ってたよ。で、聞き手が、知力対知力になるのか、肉体対肉体なのか、精神対精神なのか、それとも総合力の戦いになるのか、非常に楽しみですね。はい。で、前田さんが、やってみないとわからないね。下手打つと子供扱いされるからな。こんなことならロスのヒクソンのところに道場破りに行った方が良かったよってファンに言われんようにしないとな、うん、で聞き手が、だけど前田さんが引退試合でインパクトを与えすぎてリングス的にはその後がまた大変ですねと聞くと前田さんがまあなんとかなるでしょう、うん、俺が一人でやった旗揚げの時に比べたらなんてことないよ、うん、今のマット界は混沌としすぎてるからねでもねこれからとんでもない展開があると思う中国に3だってあるじゃないあれを今ね、国家競技にしようとしてるんだよ。うん、それで、サンダ自体も中国の全武術を統合してね、誰が一番強いか分かるようなルールにしてやってる競技なんだよね。で、何を目論んでいるかといったらオリンピック。だからサンダの流れが、うちらがやってる総合格闘技とか UFC とかに流れてきたら、どこまで行くかなっていうのはあるよね。うん、で、聞き手が、サンダが総合にとってのキーポイントになる可能性があると。と聞くと前田さんがキーポイントになると思う。競技人口が全然違うからね。大丈夫ですか？はい、大丈夫。痛風になってないですよね。で聞き手が不思議なことに前田さんが目をつけるものと石井館長が目をつけるものって一緒の時期ですよね。去年の夏ぐらいに館長もサンダの名を口にしてましたから。というと前田さんが、石井のおっさんの場合は俺がどっかで言ってることを聞いて真似してるだけや。石井館長は俺に憧れてるんだよ、うんうん、これ1999年の発言ですから、うんうんはい、でトーナメントとかランキングとかさリングスでとっくにやってるよ全部俺が考えたんだよリングスの基本理念に誰が一番強いかリングスが決めるってあったでしょ、うん、あれはどういうことかというと誰もが戦える場を提供するっていうことなんだよ、うん、そういった基本理念と格闘技の真のスポーツ化ということも含めてその試金石としてリングスルールの確立っていうのがあったんだけど誰もが戦える誰もが戦える場を提供するっていう部分をもう少し強化してもいいような気がするよね、うん聞き手がある意味リングス自体がネットワークという初心に帰るというかというと前田さんが選手のネットワークはすごいようちはヒクソンのゲームの CM って誰がやったか知ってるあれはね実は俺が演技を教えてやったんやんどういう話だこれうんはいね、そので聞き手が「俺が演技をつけた」と突っ込むと突っ込んで「10年早いんだよ」っていう台本も前田さんが書いてたら笑えますね例えばプライドみたいな大会を前田さんがプロデュースしてくれると面白いですよね、うん、これちょっとゲームの話思い出せないな何の話だったかなこれそのゲームの CM、うん、ヒクソンがゲームの CM に出てたっていうことですかねうん、でその演技指導を前田さんがやっつけてやったというジョークかなこれはおそらく、詳しい方はちょっとコメント欄で教えていただけるとありがたいんですけど、まあ、別に触れなくてもいい、うん、そうですねはい分かりました、前田さん最終的にはリングスもあっちの方に行こうと思ってるんだよだけどそれをやるためにはちゃんとした基盤がないとできないあっちの方とプライドの方面でしょうね、うんうん基盤のない奴が勝手にやってると金の問題ばっかりになるね。足元見られて。うん、で、聞き手がリングスがそういう形になればすごいスッキリするとも思いますよ。うん、
で、前田さんが、選手を抱えてっていうのもどうなのかなってところもあるからね。もう 100% 実績だけでマッチメイクするっていう方向に針を振る転換期なのかなって思うね、正直言って。なるほど。はい。で、聞き手が、マット界だけじゃなく、日本型経営の構造そのものも変わってきてますからね。ごめん、はい、まあいいや、ごめんなさい。いや、今喋った方がいいか。はい。これは、慶応圏になる前です。なる前です。はい。なるほど。ああ、じゃあもうこのあたりからいろいろ、前田さんも考えてらっしゃる。いわゆる団体としてその格闘技をやっていく大変さというか、まあ、プロレスとは 純プロレスと違う理念で進んでいくとしたら、その選手を抱えたまんまやっていくのは大変だということにも考えが及んでるんでしょうね。なるほど。ここもなんかタイトル決まりましたね。あ、そうですか。もう 100% の実績だけでマッチメイクするっていう方向にありくる、なるほど。なるほど。はい。はい、すみません。で、聞き手がマット界だけじゃなく、日本型経営の構造そのものも変わってきてますからね。ケビンさんは、トレーニングもきつくなったら無理をしないでやめる。根性とかは理解できないって言って笑ってたんですけど、そういうところの価値観も変わってきてるのかもしれないですね。はい。いや、ケビンさんのトレーニングは、そのアスリートにとっては、すごく刺激的な練習方法だと思うんですけど、はい。結構きついと思います。きつい。根性が必要。はい、思います。その、まあ、昭和から比べると、っていうことでしょうけど、1970年、80年代から比べると、はい、まあ、1999年のセッティングのトレーニングは、まあ、当時、まあ、今でも、まあ、理にかなってるとは思うんですけど、はいはい、やっぱ、きついと思いますね、その、この、うん、練習風景、写真出てますけど、はいはい、まあ、科学的合理的になるがゆえに、はい、そのきつさが増幅しているところもあるかもしれないですよね。そうですね。うん、ですと、ただ葉っぱをかけないっていう、葉っぱのかけ方が違うっていうだけで、昭和みたいにこう市内で叩いたりとか、そういうことはしないけれども、はい、はいはい、葉っぱのかけ方が優しくなってるっていうところも。はい、昭和で市内で叩くっていうの、はい、昭和で市内で叩くことをしないっていうのはかけたんですか？そんなこと言いました。言いました。当たり前だのクラッカーですよ。はい。はい。痛いということで。痛い。はい。で、前田さんが、でもね、できる努力はしないとダメだよ。必要な努力をしてるやつはみんな認めるよ。必要じゃない努力をやってるやつに限って鼻の穴を膨らませて歩いてるんだよ。で、聞き手が、前田さんにとって今必要な努力って何ですかと聞くと、前田さんが、必要なのは人。人のネットワーク。運がいいとか悪いとか言うでしょ。運が悪い時はね、運の悪い人間、必要のない人間ばっかり集まってくる。運がいい時は本当の意味での価値観とか、自分にとってプラスになるような情報を持ってる人が集まってくる。そういうもんですよ。うん、そういう人たちの情報やアドバイスによって十分活性化されるんだよね。うん、それに耳を傾ける。それは必要な努力なんだけど、でも得てして必要な努力っていうのは、自分にとって耳の痛いことが多いんだよね。うん、で、聞き手が辛いことも言われてしまうというと、前田さんが、そう。だから、ついつい耳の痛くならない、必要のない価値観や情報を選んじゃうんだよ、人間は。うん。と、この辺あたりで一度、落ち着きますか、はい。はい。はい。気になったところは、先ほどのところですかね。ああ、100% 実績だけでマッチです。はい、うん。あのね、僕、KOK に針を振ったときに、はい、これ、いつだろう、ここから。ここから、その翌年ぐらいじゃないですか。そうですね。前田さんが、まあ、その KOK の構想を、はい、考えてる、まあ、1年後ぐらいに KOK が実際、うん、大会として開かれたんですけど、はい、まあ、もういつの時期か覚えてないですけど、はい、その KOK にスライドするときに、はい、リングスの会議室、事務所で、うん、あの南平台の事務所ですか、はいはい、それで何か言われたことありましたね、うん、今度トーナメントやるから、はい、で優勝賞金がいくらだったっけな、1000万、2000万、2000万かな、うん、はい。
2000万のトーナメントをやるって言って、はい、それが後々まあ KOK だったんですけど、うん、はい、その時は多分その KOK っていうその競技というかタイトルはまだその浸透してない時期で、うんうんうん、その賞金2000万に、20万ドルか、うん、20万ドルのトーナメントをやるっていうのを聞かされた記憶がありますね、はいはい、ただそれだけです。ですから1999年2月21日に前田明さんがカレリンとやってリングを降ります、うんうん、で田村さんがヘンゾとやったのが2000年の2月ですからね、うんうん、ああ、うん、そっか。ですからちょうど1年後ぐらいじゃないですかね。でトーナメントが開始されたのはもう少し前ですけど99年の年末、ね、ブロック、はい、だったと思います。32人のトーナメントですね、うん、A ブロック B ブロックに分かれて、はい、A ブロック B ブロック、そうそうたるメンツですよ本当に。わかります。 KOK どんなメンツ、レナート・ババル、うん、イリューヒン・ミシャ、はい、ダン・ヘンダーソン、はい、ギルバート・アイブル、はい、ノゲイラ、はい、アントニー・ホドリゴ・ノゲイラ、はい、アンドレイ・コピロ、1回戦でノゲイラ対コピロフやがあったんですよ確か。あ1回戦じゃなかったかな、確か1回戦、はい、じゃあ違う、準々決勝かな、準決勝か、ちょっと、うん、まあまあ、今パッと出てこないですけど、はい、で田村清志、ヘンゾ・グレイシー、うん、でね、あとヘイズマンも出てたな、うん、でダン・ヘンダーソン言いましたっけ、言いましたね、言いました。であとね一人あのちょっと可愛らしい人が出てた、あのブラッド・コーラブラッド・コーラはいはい、はい、であとね、ブラジリアンジュースのカステラ・ブランコとか、おーすごい、あとなんだっけな、モーリス・ミスも確か出てましたね。あとレスリングの僕やった相手の、え、あ、ボリス・ジュリアスコ、あ、そうか、はいはいはい、はい、であとね、ブランドン・リー・ヒンクル、誰だ、シュートのランカー、僕1回戦でやった人、あれシュートのランカーだったと思いますね、1回戦、うん、誰だか忘れた。あ、ちょっと出てこないな。あとタリ、まあ、タリエルも出てたと思います。うん、そうですね。はい、まあ、それちゃんと、まあまあいいですね。で、あともう一人、キャラクターの、リカルド・フィエト、キャラクターが立った。とかね、そうそうたるメンツでした、とにかく。はい。はい、デイブ・メネ。あ、デイブ・メネ。デイブ・メネ。あ、デイブ・メネ。あ、これ1回戦でしたっけ、はい。そっかそっか。よく出てきましたね。だから、はい、32人を A ブロック、うん、B ブロックで分けるので、16人のトーナメントがあって、はい、そこから8人か。はい、違う、4人に絞るんだ、はい。で、また B ブロック16人を4人に絞って、はい、8人で決勝トーナメント。そうですね。はい、で、あの、伝説の田村ヘンゾ戦が武道館で、はい、あれは準々決勝かな、準決勝なの、準決勝か。準決勝ですね。かな、はい。うん。あと、1回戦で、ラバザノフ・アフメットとかね、なんかそんなような選手も出てましたし、ザザも出てました、グロム・ザザも。とにかく、リングスの、リングス・ロシア・グルジアと、ブラジリアン・ジュースの人と、で、リングス・ジャパン勢とも含めて、こう、もう、玉石混交。はい。これこそ、これぞ国別対抗戦みたいな。夢のトーナメントでしたね。なるほどね。はいはい。なんだっけ、世界、世界一はリングスが決めるでしたっけ、うん、なんだっけ。え、世界最強は、あ、世界最強はリングスが決める。はい。あと、まあ、日本勢、ジャパン勢だと、金ちゃん、金原博光も確か出てましたよね。山吉。高坂。あ、高坂、うん、僕と同じブロックでしたね、確か。そうでしたっけ、はい、ブロックまでパッと出てこないな。あ、思い出した、うん、僕ね、みんなね、負けてったんですよ。うん。ジャパン勢が。はい、金原高坂が僕と同じブロックだった記憶なんですけど、うんうん。金ちゃんはね、確かね、ダン・ヘンダーソンに判定か何かで敗れたのは記憶にありますね。はいはい、うん、TK 誰とやったんだっけな、あれじゃないですか。あ、違うな。その時あれじゃないですか。あれ、あ、ヒョードル？ヒョードル。あれ、ヒョードルって。そこ普通にヒョードル、ヒョードル。ヒョードルは第1回目は出てないですよ。あ、出てないです。ね、第2回です。はい。大阪誰だった？誰だった？あまれ、あー、なんかレスリング系の選手だったような気が。
そうですか。1回目 TK 出てたっけな。出てないですか。ああ、出た。あのね、僕の記憶はね、うん、もうジャパン勢が消えていくんですよ。あ、そうだ。アイブルだ。アイブル。はい。確か。はい。ちょ、間違ってたら申し訳ないんですけど。はいはいはい。アイブルで反転負けとかですかね。うん。だと思いますね。うん、いやいやいや、違う。判定じゃなかった。判定で負けたのは金ちゃんで、金ちゃんがダン・ヘンダーソンに判定で敗れたんですよ。うんうん、で、TK はね、TKO。うん。アイブルに敗れたと思う。今 TK と TK をかけましたからね。あ、それで笑ってたんですか、自分で。はい。え、真面目に TKO ですか？ TKO だったと思います。誰が TKO？ アイブル。TK ですか？アイブルが TKO を TKO で破った。アイブルが高坂を TKO ですね。はい。はい。そういうことです。はいはいはい、なるほど。うん、どんなもんですか？どんなもんですか？ちょっと話が飛んでしまいましたけど。でも20分ぐらい喋ってます、ね。あ、そうですか。あ、タイマーを忘れてました。もう今更ですか、タイマーの他の字もなかったです、ね。そうですね。痛風ということで。うん、まあでも、ご勘弁いただければ。まあこういう時期だったんですね。うん、そういう時期だったんですね。うん、もう火事を。でもこれ前、プロデューサー側からする前田さん、側からすると、はい、まあ思い切った方向転換で、うん、もう行くしかなかったんでしょうけど、はい、不安もあったでしょうね。うん、もうさっと切り替え、はい、もうゼロ、はい、オセロのように表裏をひっくり返すわけじゃないですか。当然プロデューサーである前田さんもそうですし、うん、あのジャパン勢にとっても不安もあったでしょうし。うん、多分その当時は、みんな選手は賛同してたんじゃないですか、ね、うん、なるほど、ジャパン勢、うん、は、はい、やっぱり腕試しというか、うんうん、ね、はい、で賞金もあるわけじゃないですか、うんうんうん、あれね、1回戦勝ったら賞金もらえるんですよ、うん、2000万を、うん、1回戦、2回戦、3回戦でなんか分配するような感じです、ね、うん、そういうことなんですね、はい、うん、だから僕ね、いくらだっけな、1回戦、2回戦で100万ぐらいもらったような気がします。あ、2回戦突破して、はい、ドルでもらいました。1万ドル、うん、うん、1回戦、2回戦ですよ、はいはい、3回戦、ちょっとごめんなさい、覚えてないですわかりました。こんなもんですか？じゃあどんなもんですか？あの調子悪そうですね、本当に。はい。じゃあ3、2、フー。ハッスル、ハッスル。次回も頑張ります。はい。ありがとうございます。神のプロレス15号、前田さんのインタビューになります。5話目になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。前回の続きです。聞き手が必要な情報を取捨選択できるようなネットワークを作るのも努力なんですねと聞くと、前田さんがそうそう、カレリンだって結局はロシアの選手のネットワークでしょ、それには感謝してるんだけど、試合が決まった時には全く余計なことしやがって、俺はこのまま引退したかったんやと思ったよ。ん、どういうことですか？いやいや、最後もうカレリン戦なんという余計なこと大変なことをせずに、もうこのまま引退したかったんだと、うん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 、決まってくれるなという思いもあったという、まあ半分本気半分冗談っていう感じでしょうね。はい。で、聞き手が、笑いながら、あんな化け物みたいなの連れてきやがってって、うん、というと、前田さんがそうそう、これで楽になれるはずだったのにってね、うん、一番最後に一番ひどい目に遭いそうやんけ、でもそれも運だよ、チョイスするのは自分の能力なんだけどね、成功するっていうのは必要な時に必要な努力ができる才能があるってこと、うん、必要であるものと必要でないものを認識できる認識力があるかだよ、でもついつい気づかないもんなんだよね、うん、結構こう人生訓的なこととか、うん、自己啓発的なこと言葉とかも前田さんよく言うんですけれども、はい、必要な時に必要な努力ができる才能があるってこと、うんうんうん、成功するっていうのは必要な時に必要な努力ができる才能があるってこと、うんうん、この辺はピンときませんか？
田村さん。はい。ない。はい。ピンときますよ。どういうことですか。どうピンときましたか。あんまり来てないですね。来てます。必要な時に必要な努力を、うん。成功するっていうのは、必要な時に必要な努力ができる才能があるっていうこと。うん。うん、必要な時に。ああ、でもね、これね、なんていうんですかね。その、前田さんのこの発言は、ちょっと置いといて。はい。何かまあ目指すアスリートでも、まあ我々、私たちの格闘技でも、練習、きつい練習っていうのは人それぞれじゃないですか。はい。だから、なんていうんですかね。何か今いいこと言おうとしてました？いや、全然全然。うん、だから必要な時に、はい。必要な努力をするっていうのは、うん、別にそれは当たり前なことだと思うんです、うんうんうん、必要じゃ、でもそのやっぱり、でも簡潔に言うと、その当たり前なことが、うん、当たり前の時にできることが才能なんだという、うんうんうん、必要な時に、うん、これ前澤にから噛みついてるわけじゃないですけど、はいはい、必要じゃない時に必要な努力をする、うん、あ、ことも必要なんじゃないかと、うん、はい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 、なるほどね、日々必要じゃない時にでも、はいはいはい、必要なことをつかみ取って、はい、努力していくことも必要だと、うん、はい、だから例えば、うん、どこどこでこう1年間通して、はい、この試合が自分にとって大きい試合だから、その期間は練習するだけとかじゃなくて、常に練習をしておくと、はいはいはい、うん、じゃあ続きますね、はい、はい、聞き手、じゃあまさにここにいる状態が必要な時に必要な努力をしているということじゃないですか、前田明にとってみれば、というと、前田さんがそうなんかな、だとしたらこれは高坂の高坂功績ですよ、うん、で聞き手が今ダジャレ言おうとして失敗しましたねと突っ込んだら、前田さんがへっへっへっと笑う、余計なこと言いますね、このインタビュアーに向かって言ってますけど、はい、はい、高坂の功績ですよ、うん、もういい、スラッといきましょうさっといきましょう、はい、で聞き手がケビンさんも普通引退試合はヨレヨレの選手を連れてきてやるもんなのに、うん、カレリンなんていうピカピカの選手を持ってくるからちょっときつくてもしょうがないって言ってましたね、というと前田さんが昨日うちの人間がフランク・シャムロックと話をしてて、なんであんな化け物みたいなやつを連れてきたんだって言われたみたいだよ、で聞き手がでは最後にこのトレーニングが終わった後前田明はどのように変わってると思いますか、というと前田さんが今よりは全然良くなってる、うん、で聞き手が悪くなってどうするんですかと突っ込むと前田さんが笑いながら昔さ手塚治虫さんの漫画でドロロってあったじゃない、で聞き手がありますねというと前田さんが、うん、お父さんが天下を取りたいために自分の子供の手足とかを白鬼や甲に捧げて自分の願いを叶えようとする漫画、うん、生まれてきた子供は肉の塊みたいにして生まれてきたんだけどかわいそうだと思ったお坊さんが義手義足をつけて生き延びさせる、うん、成長したその子は旅に出て妖怪を倒しては自分の手や足を取り戻していくって話なんだよ、うん、これって自分探しの旅なんだよね、うん、このシアトルに来てね俺ってドロロだったんだなって思ったよ、うん、で聞き手がそうか前田明はドロロだったのかというと前田さんがそう何の因果の素手頃家業バカじゃなければ男になれねえってとこですよ、うん、なんで膝がいかれてるのに走らなきゃあかんねん、うんうん、よっぽど恨みに思ってますねこれケビンさんのことですか、ケビンさんと TK と走らなくていいのにっていう走らなくていいって言うから来たのにみたいな、走らなくて大丈夫ですよって言うから来たのにな、うん、でもいろいろ動かないとこが動くようになったからね、うん、自分の手や足を取り戻してる最中ですよ、うん、はいはいはい、でもまあ、うん、前田さんもやっぱりまあその当時でやはりすごい地位にいらっしゃったので、はい、やっぱりこうだんだん年を取っていくうちに葉っぱをかけてくれる人って少なくなっていくじゃないですか、だからそういうケミンさんと出会えて、うん、
こう発砲を、お尻、うん、尻をケツを叩いてくれる人が出会えたんで、まあいい刺激になったんじゃないかなと思います、ね。そうですね、うん。で、ある意味嬉しいところもあったんじゃないですか、ね。まあ懐かしさもあったでしょうしね。はい、で聞き手が、やっぱりそんなに怖いものなんですか、走るのは。というと前田さんが、怖いよ。俺の左膝は前十字靭帯、後十字靭帯とも人工でしょ。で、後十字の方はもうそろそろ寿命なんだよね。練習できるわけにはいかないからね。試合できるんだったらしょうがないけどね。で聞き手が、切れてしまうとどうなるんですかと聞くと前田さんが、普通に歩く分には大丈夫なんだけど、スポーツはできない。で聞き手が、ああ膝が恐ろしい状態にあるというのを改めて認識しますねというと、前田さんが、バカじゃなきゃリングに立てねえ、で聞き手が笑いながら、とてもシアトルの空の下で言う言葉じゃないですねというと、前田さんが、言葉って言えば、おい誰だよ大仁田に生き様なんて言葉を教えたのは、で聞き手が、大仁田対佐々木健介戦を見たんですか、と聞くと前田さんが、たまたま夜中にテレビつけてたらやってたんだよ、これ、はい、行きます、あ、次にしますか。いや、お任せしますよ。あ、じゃあまず、ええ、ちょっと遡って、はい、前さんのその靭帯の、膝の靭帯の話、はい、前十字と後十字、はい、これ膝、僕あんまり膝痛めたことないんですけど、うん、膝痛めてる人、まあ想像ですけど、痛めてる人に試合出るっていうのはすごいなと僕思うんですよ。なんていうんですかね、やっぱちょっと走ったりしても、グラグラしちゃう感覚ってあると思うんです、はいはいはい、もう脳にインプットしてて、はい、で格闘技とかそういうのってこう前後左右縦、上上下の動き斜めも加わるんで、はい、相当やっぱり怖いと思いますね。もう、いや、この角度で来られたらとか、はいはい、この角度で踏ん張ったらとか、はい、そういうのがあるから、やっぱりすごく怖い状況で練習されてたんだなというふうに思います、ね。この時のシアトルのトレーニングですね。だから本当は、走らすことは良くなかったかもしれませんね。なるほど。はい。なんかこれ、ケビンさん批判じゃないんですけど、はいはいはい、僕が前田さんをコーチするとしたら、まずまあ、プールで、ちょっと、膝に負担かかんないように歩かせて。ちょっと待ってください。プールで歩かせる。はい。あ、はいはいはい。プールで歩いてもらって、はい、今度地上で歩いてジョギングしてもらって、ジョギングすると同時に、大体四頭筋、まあ、ももですね。ももと裏、二頭筋を鍛えてもらうと、はいはい。で、そこで筋肉で膝の周りを固めた状態で、徐々に徐々にジョギングからランニング。うん、で、最終的に、まあ、1ヶ月、2ヶ月後ぐらいに、3ヶ月後かな。もうダッシュをやるといい、かなっていうふうに。まあ、徐々に徐々にっていうふうに。はいはいはい、まあ、この当時の置かれた環境のこう時間的な問題もね、あったとは思うんですけども。はい、だまあ結論で言うと、まあ、高坂に走らなくて大丈夫ですよって言われて、実際、シアトル行って走らされたのは、まあ、ある意味正解かもしれませんね。正解、はい、だそう言わないと来ないじゃないですか。走らされますよって言われたら、多分、もしかしたら、いや、そこちょっとカットしてくれ、練習をカットしてくれって言われるかもしれませんし。まあでも確かにね、田村さんの言う通り、その膝を痛めてリングに上がるというのは、怖いと思いますよね。怖いですよね。今どうですか、痛風の足。いやいや、もう痛風ごときとまた次元が違うじゃないですか。ただ、痛風でさえ、もう怖いんですよ、歩くのは。痛いし。足引きずりますね。そう、引きずる状態ですから、ようやくね。はいはい、で、例えば大相撲とかでも、こうサポーター巻かない。いわゆる白いものをつけないっていう状況。はいはい、テーピングをしない。はい。はい、で、それが、まあ、尊いものだという風潮がありますけども、それはもうまさしくやっぱ、怪我をしない状態で土俵に上がれる、あるいはプロレス格闘技でいうとリングに上がれるっていうのは、これやっぱりすごいことなんですよね。それだけやっぱ怪我って日常茶飯事のことなんで、選手にとってみると。そうですね。だから、その大相撲中継で時々、白いものは巻いてませんみたいな実況もあったりしますけれども、それだけやっぱり鍛錬稽古をして怪我がなく激しい土俵人生を歩んでるというお褒めの言葉だと思うんですが、
そうでしょうね。うん、まあでも、こう考え方ですよね。テーピングが悪いっていうイメージになっちゃうと、まあまあ、確かにね。うん。まあ、怪我を防止する、抑制するっていう意味では、テーピングが必要だと思う。そうですね。怪我してる選手はもちろん、テーピングした方がいいと思いますし、ただそのプロとして、その余計なものを巻かないっていう美学みたいなのも、昔の大相撲とか、昔のプロレスにはあったんですよね。サポーターを巻かない。はいはいはい。うん、プロとして、まっさらの、裸を見せていくという、まっさらな裸を見せるって変な表現ですね。きれいな裸を見せるでもないし、まあ、要はその、まあ、余計なものを、うん、はい、そうですね、うん、純粋な美しさを見せるという意味ですね、はい、だから田村さんもそのプライドで拳を怪我したことは印象に残ってますけれども、はい、割と怪我が少ない方だと思うんですよね。僕ね、怪我ってね、うん、2種類あると思うんですよ。はい。うん。どうしましたか？ 2 種類って言っときながら、どうやって説明しようかなと思って。はい、いや、いいんじゃないですか？なんとかは2種類あるみたいなことよく言われますからね。競技生活に引きずるような怪我と、はい、引きずらない怪我。うん。で、これ、簡単に言うと骨折は引きずらないんですよ。引きずらない。はい。ははははで人体とか、うん、そういう系は引きずるんです。ああ、なんとなくわかります。はい。はい、で僕骨折は多いんです。うん。でも人体とか損傷は膝一回記憶ではまあ、小指とかありますけど、うん、致命傷になる怪我はないんですね。だから目鼻歯指、うん、指は折りましたけど、はい、右手小指、左手小指、両方折ったんですか？こっちは小指の靭帯が切れてると、靭帯、はいはい、ここは剥離骨折で、うん、で、こっちは完全に骨折、はいはいはい、で、手術ですね、はいはい、で、眼下底、はい、鼻、はい、歯、はははは。いや、今のは別に意図して言ったわけじゃないですよ。いや、絶対今、狙ってたでしょ。狙ってないです。はい、で、まあ、骨折は、ちょっと素人臭い言い方になっちゃいますけど、うん、くっついてしまえば、はい、カバーしながらでも復活はできると。その、致命傷にならない感じですね。はい。だから単純に、折れて戻った状態です、うん。複雑骨折になるとちょっとまたややこしいですけど。うん、折れて元通りに戻ったっていう骨折の仕方は、前の状態に戻るので、で、靭帯損傷はもう常に競技生活に支障が出てくると思うので、前さんとかはやっぱり膝、前十字、後十字はもう致命的な怪我だと思いますね。だからいろいろ、やっぱり、私生活でも支障はあったと思いますね。まあ、それでもね、こう、現役選手としてリングに上がらなければならない、かつ団体上もやっていかなければならないっていうのは、やはり大変だったと思いますよね。そうですね。今振り返ってみるとですね、改めて思いますけど。だから、どうでしょうね、スクワット、こう、上下に屈伸運動するようなスクワットが多かったと思うんですね。で、膝を、僕、そのスクワットはいいと思うんです。僕、スクワットも何千回、何万回、それこそ何十万回ってやってきてますけど、膝は壊れたことはないんですね、その、スクワットで、はいはい。うん。だから、膝の状態が悪い、膝が悪い状態でスクワットをやると、痛めちゃうと思うんですけど、スクワット自体は、やっぱり、膝の周りに筋肉がつくので、やっぱり、こう、守ってくれると思うんです。うん、はい、多分、前田さん、体が柔らかいので、柔らかいですね、うん、だからそういうのでちょっと、もしかしたら昔、スクワット、膝痛い状態でやらされたとか、うん、こう蓄積があったのかなと思うんですけど。まあ、あと体重もあると思いますけどね。あ、体重も確かにありますね。うん、やはりその重い選手は膝に負担かかるじゃないですか、うん、どうしても。うん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 、そうですね、うん、まあ、110
キロぐらいが120、30になったりしますが、だから今結構膝つらいんじゃないですか、ね。あ、2024年の前田明さんですか。はい。はい、おそらくですけど、うん。しかしやはりトレーニングの話になると熱を帯びますよね、田村さん。熱を帯びますか、普通ですよ。うん、そうですか。そうですか。いや、なんですか、この、本当にこう、いつまで経っても。熱を帯びます。あとね。あうんの呼吸にならないですよね。違う、あの、うん、膝を怪我す、これね、もう結果論かもしれませんけど、うん、はい、これ別に誰を批判してるとかじゃないですよ。はい、膝悪い人に向けてやってるわけじゃないですし、はい、僕は、例えばタックル、レスリングやってて、膝を怪我するパターンってあるんですよ、うん、レスリングでも。はい、極力、あ、でも膝、ごめんなさい、今、膝痛めたのもう一個あったな。二つちょっと僕、今思い出したんですけど、レスリング、ごめんなさい、レスリングやってて、その、相手の攻撃に対して、ディフェンス力の対応ができてると、怪我しにくいですね。だから、割とレスリングって、こう、攻め合いなんで、攻めで、まあ、攻めと、ディフェンスのこう切り替わりもあるんですけど、はい、その中で相手の状況を見て、膝を、例えば膝タックル来られたとして、どう逃がすかによって、怪我を抑えることもできると思うんで、そのまま棒立ちになってると膝やられちゃうし、ちょっと膝をひねるというかね、回すことによって、その可動域の範囲をこう広げてあげると、割と怪我を抑えられる。まあ、その瞬間瞬間の対応力に長けてるっていうことですよね、はいはいはい、田村さんが。長けてるっていうか、そうですね、うん、そういう意識はしてますね。うん、なるほどね。はい。よろしいですか。これ切りますかじゃあ、はい。すいませんね、なんか。はい。すいませんね、申し訳ないです、ね。何がですか。話に付き合って、ね。いや、とんでもないですもん。なんかもう飽きた感じで、よろしいですか。飽きてるんじゃないんですよ、決して。痛風が。決して飽きてるとかではなくて、はい、ここ、やっぱりもう少し突っ込んでいくと結構面白い話になるなと思いつつも、うん、もう時間を過ぎてるので、どうしようかなというせめぎ合いが自分の中でもあるわけですよ。ごめんなさい、時間を過ぎてるってどういうことですか？さっきもタイマー鳴りましたから。ピッピッピッ。なんでここ、この回はタイマーにうるさいんですかね。ちょっと痛風が痛み出しました。やっぱそうですじゃあ、こうどうします？一回切りますか、うん、大仁田さん。切りましょうね。切りましょう。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。紙のプロレス15号、前田さんのカレリン戦直前インタビューを振り返りたいと思います。今回が6話目で最終話ですかね。はい、よろしくお願いします。ちょっと、痛風を無理して、無理を押して。ちょっと調子が悪いですけど。はい。前回はですね、お付き合いいただければと思います。はい。前田さんがシアトルに行って、うん、動かないところが動くようになっていた。自分の手や足を取り戻しているということを、うん、自分の手や足を取り戻している最中だということを漫画のドロロにかけて、はい、このシアトルに来て俺ってドロロだったんだなと思ったよというような話をしてきました、うんうん、はい、で、このインタビューの最後の方なんですけれども、はい、大仁田さん、はい、前田さんがバカじゃなきゃリングに立てねえと言って聞き手がとてもシアトルの空の下で言う言葉じゃないですねと突っ込んで、うん、そういう雑談の中で突然ですね、前田さんが言葉って言えば、はい、おい誰だよ、大仁田に生き様なんて言葉を教えたのは、うん、と言い出したんですね。はい、で聞き手が大仁田対佐々木健介戦を見たんですかと聞くと、うん、前田さんがたまたま夜中にテレビつけてたらやってたんだよ、うん、これが俺の生き方じゃとかみっともない、生き様とか生き方なんて言葉を大仁田に教えるなんて、もしくは正しい意味を教えてやれよ、相当変なところで覚えてるであれ。あ、受けてますね。受けてる、はい、多分ね、漫画だとかだよ、俺の空とかさ、男気とかも漫画でしょ。あ、で聞き手が試合はどう思いましたと聞くと、
前田さんが、大笑いだね。なんちゃってレスラーやな、大仁田は。でも、健介も元気ないな。誰かさんに怒られてもいいから、一発か二発は思い切り吹っ飛ぶくらいかましてやればええんや、あんなの。うん、で、聞き手が、では2月21日、前田明が思い切りかましてくれることを期待してますというところで、うん、インタビューは終わったんですけれども。なるほど、はい、ナイスな締めですね。99年1月15日、ワシントン州ベルビュー郊外のレストランにて収録ということになります。レストランだったんですか。ですね。はい、へぇ、うん。この時、はい、その食事とかされながらですか。だと思います。なんでニヤッとしたんですか。はい、いや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 。こう場所とか食事とかに結構こだわりますよね。いや、あの雰囲気を伝えたくて、どんな状況で何を食べたとか、聞いたことありますか。おそらくあの何を食べたかまではちょっと覚えてないんですけれども。覚えてない、はい。何か覚えてないことが。いや、なんか覚えてるでしょう。でもこのインタビュー中に、前田さんがこう、ミルクを頼んだりとか。はい。チキンを頼んだりとか、それ記事中に出てきますよね。はいはい。だからこの聞き手の方が何を食べたかは覚えてないという、ことですね。聞き手は上プロ編集長でしょ？はいはい。覚えてないと言ってました。覚えてないんですか？はい。何を食べたかって覚えてます？覚えてますよね。絶対言うそう。あのね、その、はい、日常生活では、はい、いや別にいいですよ、タイマー押してます。いやいや、もう押してます、押してます。あ、押してます。何をおっしゃりますか、もう押してますよ。日常生活では、はい、あの、あ、昨日何だ、はい、食べたっけなっていうのはありますけど、うん、はい、どこかこう、海外に行って、節目節目の旅行とか、はい、そういうのは割と覚えてますね。はい、ああ、それは海外旅行に行って、海外旅行を楽しむということが主眼だから、うん、そのうちの重要な一部である食事は覚えてるんですよ。うん、あ、これはインタビューが主眼ですから、はは、は、食べ物はもう主題じゃない。なるほどね、はい、あ、でもインタビューの中身が頭を占めてますので、うんうんうん、はい、食事はもう主眼じゃないです。なるほど、はい、じゃあ、何食べたかぐらいは覚えてますか。覚えてないです。本当ですか、はいはい、真面目にですか。真面目に覚えてないです。ほー、あくまでもこう仕事でインタビューが主眼として行っているものですから、うんうん、食べ物はもう二の次なんです。いや、なんか納得するような納得しないような。そうですか。うん、いや、確かにね、おっしゃってることは理解できます。はい、頭の中が何を占めてるかという話です、うん。そうですよね。目的があるわけですよね。目的、前田さんにインタビューを取ると。はい、で、その後の。しかも重要なね、前田明ラストマッチ、うん、カレリン戦の直前のインタビューですから。はい。しかもシアトルまで飛んでるわけですから。うん、その飛んでる中で、前田さんから何を引き出すかということも含めて、うん、何を聞き出すかということも含めて、うん、そっちの方に重点を置いてる。はい、で、家族旅行の場合は、うん、その家族と共に思い出を作るために、あれ食べよう、これ食べよう、何食べようということを事前に調査をして、食べに行って、うん、あ、これは美味しかったね。で、その食事をしている間に家族とどんな会話をしたかとかということも含めて、それが思い出の主軸になっていくわけじゃないですか。うんうんうん、だからこれ食べ物覚えてないとダメなんですよ。なるほど。これは奥さんに怒られる。わけですよね、覚えてないと。私がね、アメリカ行ってナッシュビルところ、ナッシュビル、ナッシュビルところに行ったんですけど、はい、ホテル住まいでした、はい、で25ドル、1泊25ドルぐらいの、25ドル当時まあいくらですかね、2500円、3000円ぐらいですか、はいはい、で、まあ、2ベッド、うん、でお風呂、まあ、うん、普通のホテルですけど、はい、そこからジムに行って練習して、うん、はい、まあ、食事をして、その当時の、まあ、笹崎さんという方がいらっしゃったんですけど、はい、笹崎慎二さん、はい、あ、すごいですね。笹崎さんにお世話になって、夜とかご飯、食事とか一緒に食べて、はいはいはい、食事を作っていただいたりして、うんうん、であとは外食とかする、マック行ったり、ケンタッキーとか、まあ、外食ってももう、はい、そういうジャンキー系が多いんで、はい、まあ、そういうのになってしまうんですけど、マック行ったり、うん、しょっちゅうじゃないですよ、はい、ケンタも行ったことあるし、あとは、ビッフェ、はい、ビッフェ形式のところも行ったことあります、うん、はい、なんかそういう食事をしたとか、こうホテルからジムに行くときに車で移動したとか、うん、風景とか、はいはい、なんかそういうのは
覚えてるんですけど、はい、シアトルに行かれた時になんかそういう、はい、覚えてる。これ今、大仁田健介さんの話をした方がいいんじゃないですかね。確かに、はい、確かにそうですね。そっちの方が主軸のような気がするんですけど。どうでもいい話してましたね。はい。本当だ。大仁田さん、ね。たまたま前田さんが夜中にテレビをつけたら、大仁田対健介戦をやっていた。これは大仁田対健介戦というのは、東京ドーム。いや、今日切れてますね、頭が。切れてないですよ。痛風の癖っていう言い方は失礼ですけど、痛、はい、風のくせに、うん、はい、あの99年 1.4 というのはもう皆さんご存知の通り、うん、小川対橋本戦、うん、いわゆる 1.4 事変があったんですが、はい、この 1.4 事変が起こる前には、うん、この大仁田敦が新日本のリングに上がるということが話題だったんです。はい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 、はい、で佐々木健介と、うん、電流爆破ではないんですが、うん、試合を組まれて、うん、で最後火炎殺法で火を吹いて反則負けになったんですよ、うん、大仁田さんが、はいはい、火を吹いたか火をつけたかちょっとどっちか、うんうんうん、覚えてないんですけども、はい、覚えてなくはないな、どっちかなんですけども、うんうん、そういう試合があって、でも大会後にはもう 1.4 事変に話題を塗り替えられる、うん、わけです。はい、でもその前はその 1.4 事変を仕掛けた要因の一つとして、うん、猪木がアントニオ猪木さんが大仁田敦という存在を消すために小川、うん、に橋本に仕掛けさせたという説が生まれたりとか、大仁田敦を消すために大仁田という存在に負けないために小川対橋本で小川が仕掛けたという説が浮上したりとかですね、それぐらい新日本に大仁田が上がるというのは、うん、まあ刺激もあり、危険でもあったんですよね、うん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 。話題を一気にさらわれてしまうんじゃないかと、はい。で、ストロングスタイルの領域も起こされてしまうんじゃないかと。うん、そういう危惧も一部にはあったわけです。うん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 、だから、ある意味ではすごく注目の一戦だったんですけれども、うん、その注目の一戦を前田さんがたまたま夜中にテレビをつけてみたら、うん、これが俺の生き方じゃと大仁田さんが叫んでいた。はい、で、これを見て、慶州会勢、当時の、宇野香織さんだったりとか高瀬大樹さんだったりとか、庄司明さん、はいはい、スリージムの、うん、庄司明さんは大仁田さんはかっこいいと、うん、大仁田さんの生き方が素晴らしいと、うんうんうん、まあ、これは半分本気なのか半分冗談なのか分かりませんけれども、うんうん、当時その世代には受けたわけですよ、うん、はいはいはい、大仁田選手の生き方、うんうん、生き様というのは、うん、ところが前田さんから見るとこれが俺の生き方じゃとかみっともない、うん、生き様とか生き方なんて言葉を大仁田に教えるなって、もしくは正しい意味を教えてやれよ、うん、相当変なところで覚えてるであれという感想をお持ちになったということなんですね。うん、なるほど、はい、これを聞いて田村さん的にはどう感じますか。まあ、客観的に言うともう、はい、ないものねだりなんでしょうね。誰がですか。いろいろと誰を基準にするとかじゃなくて、ああはーはーはー、うん、見た人が、うん、大仁田さんのような、だからそうそう、だから逆に僕が大仁田さんみたいに、はい、これが俺の生き方じゃとかっていうのはできない、うん、いや見たいな、それそれ見たい、田村清がリングでこれが俺の生き様じゃっていうのは見たいですね。それができないから、うんうん、あ見てた、あすごいなと、うん、こんな表現するんだと、うん、まあ、素晴らしいなっていうふうに思うんです、はいはいはい、うん、なるほどね。だけど、まあ、そういう意味でのないものねだり、そうそうそう、はい、で実際、うん、リング上で前田さんがなんちゃってレスラーやなってこう、うん、リングで表現ができないから、うん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 、言葉に走っちゃう選手いるじゃないですか、うんうん、はいはい、うん、だから、その言葉で表現するのも確かに大切だと思います、うん、はい、庄司君だったり、うん、まあ、高瀬大樹さんなんかはっきりそう言ってましたよね、うん、マイクアピールの勉強になりますっていう、はい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 、まあ、そこはそこで、あ、素晴らしいなと思いますけど、うん、僕っていうかこっち側からすると楽だなと思いますね。でもまあトーク力がない分、うん、やっぱり すごいと思うし楽だなっていう思うこともあるんで、そういう意味ではないものねだりかなというふうに思います、ね、なるほどですね、はい、で前田さんの場合はないものねだりをもう飛び越えて、うん、俺だったらもっとすごいこと言えるでみたいな
俺だったらもっとすごい生き様の定義を見せてやるぜみたいなところにたどり着くんでしょうね。はいはいはい、うん、まあでも前田さんもどちらかというと、こう大分さんみたいなマイクパフォーマンスされる方じゃないじゃないですか。ああ、そうですね。前田さんのあれも見てみたいですよ。この、はい、これが俺の、これが俺の生き様じゃんって。まあ、前田さんのマイクアピールは結構生の感情が出ますよね。なるほどね、そうですね。うん、だから、はいはいはい、大仁田さんの場合は、まあ、響く方には当然響くんでしょうけれども、うんうん、まあ、役者がかってるというか、うんうんうん、演技がかってるというか、はい、そういうふうに見える人には見えてしまう部分もあるとは思いますよね。うんうんうん、ただこれ、前田さんが言ってる通りね、健介も元気ないなっていうのはね、僕もそう思いましたね、あ、その試合見て。うん、あ、生、はい、現場で。生でも見てますし、はい、あのテレビでも見てますし。なんか両方の光が消えたような試合でしたね。はい、で最後の結果は、うん、結果はその、ですから炎を吹いたのかつけたのか、火をつけた、反則負けです。はは、はい、でその最後の決着シーンだけ、反則負けになったシーンは覚えてるんですけど、うん、それまでの攻防が、うん、なんか両方とも光ってないというか、うんうんうん、全力でぶつかり合ってないというか、メインでしたっけ？メインじゃないです。第4試合か第5試合じゃないですか、ね。あ、うん、あ、そのランその位置ですか？おそらく。へえ。だからその辺にも新日本が大仁田をメインに据えていいのかダメなのか、うんうんうん、どういう試合をさせていいのか悪いのか、電流爆破をやっていいのかダメなのかみたいな戸惑いがその試合順にも見て取れたりもするわけですよ。うんうんうん、だメイン後ろの方に持ってきし、ま、来てしまうと、はい、大仁田に食われたらまずいぞっていうのもあるでしょうし、だからなんとなく、当日のマッチメイクの中でも試合順として第4試合、うん、第5試合ぐらいに位置づけておいて、うん、まあ、様子見みたいな感じもあったのかなと思いますけどね。でも話題は大仁田さん、大仁田さんがリングに上がる、新日本のリングに上がるっていうので、うん、話題はさらってたんですね。さらってました。大会前はですね。大会後にはもうあの小川橋本の 1.4 次編の方が、うん、話題の、うん、主軸になってしまったので、だからそれを、大仁田に話題を取られないために猪木さんが仕掛けたんじゃないかっていう説も出たわけです。なるほどね。はい。なあ、そうか、大仁田さんね。うん。前田さんは今現在2024年になっても、うん、大仁田氏のことはあんまり好きじゃないですねって何かのインタビューか記事で言ってましたね。あの YouTube で、 YouTube でしたっけ？でも出てます。YouTube で発信したことが多分記事にされたんだと思いますね。はい、一貫してますよね、前田さんは。まあ確かに。でも、あの根本的には。尊敬し合ってるんじゃないですかね。そうですか、うん、ないものをお互い持ってるんで。はい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 。だ大仁田さんは大仁田さんやっぱりああいうもう 役者的な部分を占めてるんです、うんうん、だ前田さんは前田さんで、はい、アスリート的な部分を占めてるんで、うんはい、だお互いないところはあると思うので、やっぱりまあ僕が見ても大仁田さんとかってあの試合内容はあまり興味はないですけど、うん、こう喋る発信力っていうのはすごいなと思います、うん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 、すごいな、羨ましいなっていうのと、うんうん、楽そうだなっていうのと、はい、どっちなんですか。でも楽でもないのかな。でもそこがもう持って生まれたもんだと思うんですよ、うんはい、あんな俺の生き方じゃ、なんか、ちょっと僕恥ずかしくて言えないですね。うんはい、あと歌手の人が、プロモーションビデオで、曲に合わせてこうやって、身振り手振りで歌ったりするんです、うん、あれも恥ずかしいですね。それ職業が違うんだから、仕方ないじゃないですか、それ。いや、実際ね、歌ってれば、体も連動しますけど、あのプロモーションビデオって、あの曲を流し、実際歌ってないじゃない、口パクでこうやるのは恥ずかしくないのかなと思っちゃいますね。うん、話が思わぬ方向に行っていますけれども。はい。はい。まあ、要は、そうですね、その恥の概念ということも含めて、前田さんと大仁田さんだとその恥の概念も違うでしょうし、その生き様とか生き方っていう言葉の定義の持ち方も違うでしょうからね。ただ、前田さんは一時期は、
あの FMW をやってたね、大仁田さんに対して、はい、まあ、全日本、新日本、UWF とある中で、大仁田さんが生き延びていくには、ああいう邪道的なデスマッチしかなかったんだろうなと。で、その隙間産業じゃないですけど、うんうん、それを見つけた大仁田は、あれはあれですごいなと思うよ、的なことは言ってたことはあるんです。はいはいはい、だけど、今、2024年になって、うん、あんまり好きじゃないですねという姿勢を一貫して言い続ける前田明というのは、素晴らしいなと思います。じゃあ、一貫してる前田明さんは素晴らしいということで、締めますか。なんか今、懐疑的な言い方しましたよ。そんなことないですよ。そんなことないですか。はい、いや、もう、オウム返しいただけなんで。そうですか。もうじゃあ、前田さんシリーズいいですかね。なんか、全然こう、カレリ戦に向けてのインタビューで、カレリンの話がほとんど出なかったんですけども、うん、まあいいですね、これはね。そうですね。現実的にはもう終了してますからね。うんうんうん、じゃあ終わりましょうか。ここの前田さんの、はい、1.23 武道館の囲み取材の、うん、囲み取材、はい、囲み取材のコメントが、うん、この記事の囲みの中に乗っかってるんですけども、これはどうしますか。これはいらないですか。どうします。いや、一回前田さんのインタビューは終わって、はい、あの一回締めてもらって、はい、ここだけさらっと読みます。あ、もうそれはお任せします。読みましょうか。興味がある方は、はい、いらっしゃると思うので、はい、読むだけ読みます。読んでいただいていいですか。通風の中、ちょっと大変申し訳ないですけど、はい、通風の話もしたいんですけど、通風の話、はい、通風の話の方がしたいです私。あ、そうですか。はい、じゃあおまけで、通風になっちゃいかんぞという。なるほど、はい。じゃあもうここは今、まあ、じゃあ多分もうそろそろ限界、痛みが限界、はい、体力も気力も、はい、体力の限界、気力もなくなりということで、3、2、フー、ハッスル、ハッスル。